皆さん、こんにちは。司法試験2023年度、入門講座本論編民法第1回目始めていきます。担当いたしますのは、東京リーガルマインド専任講師、竹山茂樹です。よろしくお願いいたします。さて、今日から民法です。民法ってね、やっぱ司法試験とか予備試験で、一番大切な科目といっても過言ではないんですね。なんでかというと、やっぱり量がね、一番多いんですよ。量が一番多いし、特に弁護士とかになる方、実務に就いたら当然一番使う法律だし、あとね、やっぱ民法に他の法律に応用できる考え方っていうのが結構詰まってるんですね。なので、ぜひこの民法って科目大事にしていってください。じゃあ、持ち物確認です。で、まず民法は相続物件という分野を最初取り扱います。なので、このレジュメ、お持ちください。このレジュメを中心に講義をしていきます。あとですね、6法、紙の6法もお持ちいただいた方がいいです。強くお勧めします。学習用の、デイリー6法とかコンパクト6法とか、いろんな出版社さん出してるんだけど、どれでもいいです。持ってきてください。で、確かにね、今皆さんスマートフォン大体お持ちで、インターネットで条文あるんだけど、やっぱり試験は紙で引きますので、紙の6法を引く癖をつけた方がいいです。で、あとセブンサミットもまあ民法は使いますので、できればお持ちください。ただ、中心ではないです。あくまでレジュメを中心にやっていきます。でね、大抵講義って民法とは何かって話を30分ぐらいすると思うんだけど、私のスタイルはその話はね、徐々にしていくタイプなんですね。っていうのも、具体的にもう触れていった方がいい、分かりやすいと思うので、それは講義の中に散りばめていきますので、もう早速やっちゃいます。レジュメのですね、1ページ目開いてください。第1編、民法相続です。民法っていろんな分野に分かれるんですね。で、ちょっとね、6法も引きながらいきましょう。民法って法律をお手持ちの6法で探してみてください。民法ね、最初に目次ってあるんですね。民法の最初に目次ってとこ探して、第1編、相続ってありますね。この相続をまず取り扱います。でね、ずっといくとね、条文順になってるんだけど、175条の前あたりに第2編、物件ってのがあるんですよ。物件っていうパートもあって、で、さらにね、399条の前あたりに第3編、債権ってのもあります。このように民法っていろんなジャンルに分かれています。そしてですね、ずっといくと、725条の前あたりに第4編、親族ってあって、さらに882条のちょっと前に第5編、相続。このようにいろんな分野がありますけど、頭からやっていきます。でね、最初なんで、これ全体構造編でも少し触れたかもしれないけど、相続って何なのかって話をしていきます。で、日本の民法っていうのは、実はですね、パンデクテン体系っていうのを取っています。で、用語の解説とかね、やっぱ24時間、24回の講義なんで、不十分なところもありますけど、セブンサミット、これは辞書みたいに使ってください。分かんない用語はセブンサミットの作品見る。で、これ簡単に言うと、共通のものを前にくくり出す。っていう話なんですね。で、数学苦手な人はちょっと恐縮なんですけど、中学校とかでこんなことやりませんでした？ AB 足す AC は、これ A が共通だから A を前にくくり出して B 足す C、こんなことやりましたね。パンデクテン体系のイメージは、この分配法則のイメージなんです。 AB に共通する A、 AC に共通する A をくくり出して A にする。
もうちょっと具体的にいきましょうか。はい、皆さん物を買ったことって大抵の人あると思います。コンビニでお茶を買うのも立派な売買契約です。でもね、中には物を買うときに騙されてしまうという現象を、まあ、経験したこともあるでしょう。それはまさに売買で詐欺が起こってしまったっていう悲しいケースです。売買と詐欺ですね。で、あとね、保証人ってわかります？借金の保証人になったら、借りた人が返さないときは保証人が肩代わりしなきゃいけないみたいな話を聞いたことがあります。あれもね、立派な保証契約ってやつなんですね。でも保証の時に騙される人っていそうじゃないですか。いや、絶対借金返すから保証人になってとかね、ありそうじゃないですか。つまり保証の時も詐欺が起こりうるんですね。あ、売買でも詐欺がある、保証でも詐欺があるってことは、詐欺って共通しますね。この共通するものをまとめて、これ前の方に持ってくるってことなんですね。これがパンデクテン体系ってやつなんです。もう少し話を進めましょう。じゃあこの売買保証詐欺は民法何条にあるかというのを少し見ていきたいと思います。民法の555条を引いてください。555です。ここに売買契約の売買が書いています。読み上げます。売買は当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによってその効力を生ずるって書いてる、まあ、若干言い回しは難しいんだけど、これから皆さん法律やるにあたって条文は死ぬほど引いてください。まあ、死ぬほどっていい言葉じゃないかもしれないけど、本当に大事なんですね。出てくるたびに条文を引く癖を身につけてください。で、そしてできれば中身も理解していってください。555条、売買は当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、で、抽象的な場合は具体例を考えていくと理解しやすいです。財産権って言ってるけど、要するに例えば車なんかも財産ですよ。車の所有権というのは立派な財産権です。車の所有権、つまりオーナーになる権利を相手方に移してお金をもらう、それを約束する契約が売買なんだ。あ、そんな感じで書いてるんだってことですね。で、この売買は555条に書いてました。で、次保証を見ていきましょう。保証はですね、446条です。446を引いてください。一応板書にも書いておきますね。保証は446、保証人は主たる債務者がその債務を履行しないときにその履行する責任を負う。2個。保証契約は書面でしなければその効力を生じない。3項。保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときはその保証契約は書面によってされたものとみなして前項の規定を適用する。若干難しくなってきたけど、446条1項。保証人ってのは主たる債務者。これね、債権債務って言葉の意味は後でやるけど、債務ってのは義務を負ってる人なんですね。で、典型的なのはお金借りてる人。お金借りてる人がその債務、借金を履行しないとき、返さないときは保証人が履行する、要するに義務を果たす責任を負う。これが保証です。じゃあ詐欺はどこにあるのかというと96条なんですね。
96条1項をご覧ください。詐欺または脅迫による意思表示は取り消すことができる、まあ、意思表示ってあるけどね、とりあえず契約なんかも立派な意思表示だと今思ってください。だから騙されてした契約は取り消すことができるみたいな、条文になります。で、詐欺の場所です。問題は96条にありました。これ条文の場所見てください。売買は555条で保証446条で両方とも絡むのに96条ってかなり頭の方にありますね。民法ってだいたい1000ぐらい条文があるんですよ。なんで頭の方にあるかというと、これいろんなものに共通するからまとめて前の方に持ってきたんです。で、このようにまとめて前の方に持ってきて共通するルールだよっていう総則ってのを作っていくのがパンデクテン体系の特色になります。で、なんでこんなことするか、これ簡単です。省エネです。早い話が、まとめて1個にすれば条文の数少なくて済みますよね。まあ、今だったら皆さんね、コンピューターやスマホで見れるけど、紙が貴重だった時代、条文の数が少ないってそれこそメリットじゃないですか。だから総則ってものを作り出した。これね、全体構造編でやったけど大陸法の特徴です。パンデクテン体系ってのはいいでしょうか。じゃ あこの話自体も一応ね、教養としてしといてください。例えばロースクール目指した人、東大ロースクールでこれ出たことあります、普通に入試で。なので一応パンデクテン体系のイメージは知っておいてください。じゃあ話続き、ということで総則ってのは簡単に言うとね、抽象的なんですよ。まとめてあるから。なのでちょっと頑張っていこうっていう、抽象的なことが続くよっていうイメージを持ってください。あと総則は後の方と絡めると理解が進むので、最初分かんなくても諦めずにどんどん行こう、前に進もうっていう気持ちを持ってください。では入っていきますよ。で、第1章、私権の主体、まあ、権利を持つ主体なんだ。で、私権って書いてるんだけど、これ何かっていうと公じゃないよって、公じゃない、つまり国とかの権利の話じゃなくて、みんなの一般人の権利の話だぐらいの意味しかないですよ、私権は。で、第1節、権利能力、意思能力、行為能力、まあこれ3つとも大事な言葉なんですけど、まずこれを扱っていきます。1、権利能力です。括弧1意味、権利能力はこう定義されます。司法上の権利義務の帰属主体となる地位資格、これを言います。権利能力って言葉は覚えておいてください。で、これ内容を一言一句書ける必要はありません。権利能力はなんとなくこんなものなんだっていうイメージを持ってください。あとね、数学とかと違って定義はこれしかダメだってわけじゃないですよ。似たような定義で言い回し変わることもありますので、 その辺のブレはね、ああそういうもんなんだと思っておいてください。で、これ何か、司法上の、つまり公じゃない、司法上の権利とか義務の帰属主体、つまり権利を持ったり義務を負ったりできる地位資格です。はい、私はこのペンを持っています。持っているというのは物理的に持っているだけではなくて所有権を持っている、なぜかというとお店で買ったから。これって私は司法上の権利を持てる主体だから権利能力があると言います。何を当たり前のことを言ってるんだって話ですね。だって全ての人にはあるから。その通りです。これ全ての人にあるんです。ということは、これ全ての人は権利を持てるから財産を持てることになります。全ての人に権利能力はあります。これでね、ポカーンとくるんですよね。この概念に何の意味があるんでしょうかって話になってきます。条文引きましょう。民法の3条1個、私権の共有は出生に始まる。つまり生まれるとみんな人間は権利を持てるわけです。で、これなんだけど、実はですね、昔奴隷というものが、まあ、どの文明にもいました。奴隷はね、権利能力なかったんですよ、早い話が。奴隷は財産持てないよ、
平民は持てるよ。こんな差別を廃止するために、権利能力っていうのは出生から始まる。みんなが持てるってしたんですね。なので、今は当たり前だけど、昔は当たり前じゃなかったんだよっていうのは、ちょっと頭の片隅に入れておいてください。いいでしょうか。でですね、ちょっと先取りなんだけど、111ページ。111ページに飛んでください。第8章、民法の基本原理。第1節、民法の基本原理で、民法の基本原理に、権利能力平等の原則というのがあります。これはすべての自然人が平等に権利義務の主体となることができるという原則で、奴隷のような身分関係からの解放です。これも民法の基本原則としてありますけど、これは総則の最後にやります。じゃあ戻ってきます。はい、1ページ目、すべての人財産を持てます。じゃあ現代的な意義は何か。奴隷がないとしてね、括弧に権利能力の式です。で、いつから人、自然人は権利能力を得るかという問題があります。はい、自然人という言葉が出てきました。これもね、しっかりした定義は覚えなくていいんだけど、ぜひ理解をしておいてください。自然人の対義語は法人という言葉になります。法人は株式会社とかです。つまり会社とかも財産持てるんだけど、今は自然人という生身の人間だけを対象にする議論をするよ、そういう話をしています。よろしいでしょうか。じゃあ、いつから人、自然人は権利能力を得るかっていうと、さっき見た条文の出生時からになります。これ3条1項っていう意味を省略した形になります。で、3条1項もう一回見てください。主権の共有は出生に始まる。まあそういった条文です。で、いつからかっていうと、出生時からなんですけど、もっと正確に言うと、これは覚えましょう。母体から全部露出した時です。母体から全部露出した時、これ覚えておいてください。細かい議論で、これそんなに出ないのでさらっと流してますけど、これ一応説の対立があるんですね。つまり、出生から主権を持つ、権利能力を持つっていうけど、お母さんのね、お腹の中から赤ちゃんって出てくるんだけど、大抵は頭から出てくるわけですよ。頭のてっぺん出てきたら出生なのか、全部出てきたら出生なのかって対立があります。で、これね、ちょっと見ときましょう。このように説の対立がある点を論点と言って、43ページ、セブンサミットをお持ちの方見てください。ここに第1、1原則って書いてます。セブンサミット43ページの真ん中やや上です。2、権利能力の式1原則。自然人は出生時から権利能力を取得する。ここに言う出生とは、生きて母体から完全に分離することという。要するに、これ全部お腹の中から出てきた時が出生だ。全部露出説で、通説って書いてます。ってことは反対の説があるんです。で、何のこの説を取るかというと、理由、基準は明確であることが望ましい。これ私のガイダンスとか来ていただいた方お話ししたと思いますけど、一部でも出たら出生とすると、髪の毛一本でもいいのか、頭は出てなきゃいけないのかとか、若干曖昧なんですね。全部の方がすっきりするから、こっちを取るべきだって話です。で、基準は明確であることが望ましい。で、このあたりもね、すみません、ちょっと法律やったことある人くどいかもしれないけど、なんで基準って明確である方がいいんですか？これね、法律ってのは、これ絶対じゃないですよ。絶対じゃないけど、この予測可能性というのが大事だったりします。つまり、これは適法なのか違法なのか分かることが法律の世界では大事だったりするんですね。でもこれ、社会人の方も受講されてるので、ちょっと
お話をビジネスの方に持ってきますと、こんな話聞いたことありません？ビジネスでは予測可能性が大事だと。予測可能性がないと取引できないと。あ、全然ね、それ関係ない話してるんじゃなくて関係あるんですよ。民法っていうのはあくまでビジネスをね、円滑にするためにあるっていう見方も当然あるわけですよ。そうじゃないですか。いろんな取引をやっていくんだから、取引のルールですからね。だから予測可能性があるってことは重要だから、基準は明確である方がいいってつながっていくんですよ。ちょっとくどいですけど、ぜひね、頭の片隅に入れておいてください。で、丸、司法上の権利の主体たり得るためには独立の存在であることが必要だ。で、まあ、全部ロス説の話があるんですけど、アスタリスクですね、セブンサミット。この他に胎児の母体からの一部露出時を基準とする一部露出説とか、独立して呼吸を返した時を基準とする独立呼吸説などがある。いろんな説があるんです。で、このようにいろんな説があるのを法律では、まあ他の学問でもいいんだけど、論点と言います。これから論点はたくさん出てきます。民法だけでなく刑法とか他の科目でも出てきます。で、この論点については何が論点かを知っておくことがまず重要です。それと一般的な通説と呼ばれる説の結論と理由を知っておくことも重要です。ただね、論点には司法試験では重要度があって、この全部露出説のところはそんなに重要ではない。一応知っておいてほしいぐらいなんですね。だから通説の結論と簡単な理由付けだけでいいので、レジュメではセブンサミットはいっぱい書いてあったけど、レジュメではこれしか書いてない。母体から全部露出した時、理由基準の明確性、これぐらい覚えておけばいい点になります。一方で中、刑法では一部露出説が判例、なんと民法の世界と刑法の世界では基準が違うんです。これなんでか、これは皆さんが7法をやっていく上でだんだんと分かっていくことなんですが、民法の世界の目的と刑法の世界の目的っていうのは違うんですね。民法の世界の目的っていうのは取引を円滑にすること、これ別にビジネスだけじゃなくて一般の人がコンビニで買うのも一緒です。刑法は悪いことをした人を処罰するための法律で、目的が違うから結論が違うことがある。でね、これ刑法で詳しくやるんですけど、要するにね、刑法はお母さんのお腹の中から頭だけ出した人を人って取り扱わないと、この人殺しても殺人にならないじゃないですか。でもそれってダメじゃないですか。お母さんのお腹の中からね、頭出てきた赤ん坊を殺すのも殺人にしたいから、刑法では一部露出したら人になるんだよって解釈を取るわけです。まあ、これは刑法でやります。じゃあ話戻します。出生時から人は権利を持つわけです。ただし例外、次の場合は胎児でもすでに生まれたものとみなされる。胎児ってのはお母さんのお腹の中にいる場合でもすでに生まれたものとみなされるパターンがあります。丸1番、不法行為に基づく損害賠償請求。721条をご覧ください。721ですね。胎児は損害賠償の請求権についてはすでに生まれたものとみなす。まあ、損害賠償ってのはね、なんか悪いことした人にお金を請求するようなイメージでいいです今は。もう一つある、相続、886条です。886条1項、胎児は相続についてはすでに生まれたものとみなす。相続ってのは、はっきりした定義は相続法ってところでやるんだけど、基本的なイメージは親が亡くなったら親の財産、遺産は子供が受け継ぐってなんか聞いたことありますね。あれが相続です。相続についてはすでに生まれたものとみなす。で、886条2項、前項の規定は
胎児が死体で生まれたときは適用しない。まあ、こんなものもあります。次、遺贈です。965条をご覧ください。886条および891条の規定は受遺者について順用する。で、受遺者ってのは遺贈って行為を受ける人のことなんですね。まあ、このあたりも結局相続法でやるんで、なんか分かってきましたよね。相続のある意味難しさが。後の方のこといっぱい出てくるんですよ。ただ、これは後の方のこともちょっとは理解して進んでいくといいです。で、この受遺者ってのは遺贈をもらう人のことなんですけど、これ米印、遺贈って何ぞやって話ですね。レジュメに書いてるんですけど、これは法定相続人以外に財産を与えるイメージです。これ以外もある。どういうことかっていうと、例えばね、あんまり縁起でもないんだけど、まあ法律なんでね、そのあたりはあんまり真剣に考えないでください。親が亡くなったとしますよね。縁起でもない話だけど、親が亡くなったら子供が財産を受け継ぐのが相続で、親がね、でもね、遺言で愛人にあの土地をあげるって書いてあった。愛人は親戚ではありますよね。愛人財産をもらうことは相続ではなくて遺贈って言うんですよ。まあそんなイメージで、この3つが胎児でもすでに生まれたものとみなされるってことは知識として知っておいてください。普通に担当試験で聞かれます。で、ここの受講生の方の中にはひょっとしたら他の法律資格を取られている方もいるかもしれません。で、他の法律資格だととりあえずこれ覚えとけって習った人もいるかもしれないが、司法試験ではね、覚えた上でこれがどういうケースで生きていくかまで考えなきゃいけないですね。で、その前にこれ論点なんですけど、中。現行法上、胎児の財産を管理する法定代理人制度は存在しないのね。この3つの場合は胎児は権利持てるんだっていうと、なんかね、お母さんのお腹の中にいる間、胎児が権利を使えるようなイメージ持っちゃう人いるんですよ。でもね、それ使えないんです。なんでかというと、お母さんのお腹の中にいる胎児の財産を管理する法定代理人制度は存在しない。代わりにやってくれる人がいないから、こうです。胎児中は権利能力はないが、出生すると胎児の時に遡って権利能力があったものとして扱われる。なんか一気にレベル上がりましたね。でもこういうことなんですよ。お母さんのお腹の中にいる間に相続が起こった。お腹の中にいる間は権利ありません。でも生まれたら遡って権利取得したことになる。で、これ停止条件説って言うんですけど、停止条件はね、民法の5回目ぐらいでやるので、ちょっと置いといてください、これ。で、2ページ目。はい、ケースです。こういった具体例が本当に大事になってきます。ケース見てください。AO は B 女と婚姻をし、X を解体した。しかし、X が出生する前に、AO は Y がよそ見運転をした車にはねられ死亡してしまった。後で図を書くので、とりあえず文章を見ていきます。A は Y に対し、不法行為に基づく損害賠償請求権を有するが、A が死亡したため、その債権は B 女と X が相続する。また、子 X は Y に対し、固有の慰謝料請求、子として親を失った精神的苦痛の慰謝料を請求できる権利を有する。しかし、現実に請求できるのは X が出生したと。B が X を代理して請求する。これが司法試験レベルの事例になっています。わけわかんないと思うんで、ゆっくりいきましょうね。図を書きながら。これこういうことになります。A は B 女と婚姻をし、B 女のお腹の中に子 X がいます。しかしながら、子 X が生まれる前に、
Y の運転する車で跳ねられて AO が死亡してしまいました。で、このように人にね、悪いことをして損害を与えることを不法行為と言います。で、これね、709条です。709条をご覧ください。民法709条。故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。条文本当に大事なんで引きます。で、故意は今のところわざとでいいです。過失はミスによって、不注意によって。で、今回よそ見運転なんで、不注意によって他人の権利、生命なんか権利の最たるものなので、生命侵害をしたので、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。Y さんは損害賠償、お金を払わなきゃいけません。でね、これ、即死っていう場合でも、これ不法行為からすぐ死ぬわけじゃなくて、死ぬまで1秒とかありますよね。だからね、これ不法行為法でちゃんとやるんだけど、AO さんが1回損害賠償請求権を獲得します。AO が Y に損害賠償請求権。これを得ます。要するに、交通事故に遭った被害者が加害者にお金を請求する権利、これ当然被害者である A さんは持っています。この A さんには Y さんに対してこの損害賠償請求権を取得するけど、 A さんが亡くなるとこの権利を子供の X が相続できるんですよ。で、損害賠償請求権、お金をもらえる権利だから、これも財産の一種になります。で、これを相続して X が請求できる。で、今回ポイントは X、 まだ胎児です。胎児でお母さんのお腹の中にいても、その間にお父さんが死んだら、お父さんの権利は相続できるんですよ。これが、胎児はすでに生まれたもののみなすの意味です。で、あとこの図には書きませんけど、この損害賠償請求権は奥さんの B 女も相続します。条文引いときましょう。890条です。被相続人の配偶者は常に相続人となる。この場合において、887条または前条の規定により相続人となるべきものがあるときは、そのものと同住人とする。配偶者は相続できるって書いてます。あと887条1個見てください。被相続人の子は相続人となる。子供も相続人になる。こんな規定があります。じゃあちょっとレジュメに戻ります。A は Y に対し不法行為に基づく損害賠償請求権を有するが、A が死亡したため、その債権は B 女と X が相続する。で、もう一つね、ついでにやっていきましょう。また、子 X は Y に対して固有の慰謝料請求。慰謝料っていうのはね、精神的苦痛を償うためのお金です。かっこ、子として親を失った精神的苦痛の慰謝料を請求するできる権利を有する。で、これ、X さん別に711条でもお金を請求できます。711条っていう条文も
聞いてください。711です。他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても損害の賠償をしなければならない。こんな条文があります。でね、これよく司法試験受験生勘違いするんですけど、実はね、親が交通事故で亡くなった場合、この X、子供はね、2つ権利持つんですよ。親の損害賠償請求権を相続した者と、自分自身の苦しみを請求できる権利と2本持って別です。これはでどういうことかっていうと、亡くなった人が加害者に対して有する損害賠償って額大きそうですよね。下手したら1億とかいきます。なのでこれ X さんは親から相続した1億の、まあ、半分なんで5000万ぐらい請求できる権利で、こっちの711条はあくまで X さん自身の権利で、親が亡くなったら自分が何も傷ついてなくても悲しいし苦しいですよね。その自分自身の苦しみを請求する権利で、こっちはね、まあ数百万とか百万とかそんな感じだから全然金額違うんですよ。でも違う権利だから、この2本立てで X は請求できます。ただ胎児の間は権利がなくて、生まれたら遡って権利を有するから、こういうことです。しかし現実に請求できるのは X が出生した後になります。ただ赤ちゃんは自分自身で結局裁判できないから、親の B が X を代理して代わりに請求するということになります。はい、くどくどやりましたけど、このレベルでね、ぜひ条文を理解していただきたいんです。表面上さらっとじゃなくて、そうじゃないと実際の論文とかで使えないことになりますので、ぜひね、結構深い理解が必要なんだなというのを、考えていただければと思います。じゃあ次行きましょう。コッコさん、権利能力の周期です。死亡時に権利能力が消滅する。まあ当たり前ですけどね。死んだ時に権利能力が消滅します。で、財産は相続の問題になる。例えば子供とかに相続されます。でね、ここで現代的な問題があって、脳死ってありますよね。脳死になると、まあ、同意してれば臓器移植の対象になる。脳死だとどうなるのか。脳死は人の死ではありません。日本の法律上、臓器移植の法律は臓器移植の場面に限ってだけ脳死を人の死とするって法律で、日本は一般的に脳死は死じゃないんですよ。そういうふうに分野で分けていくんです、法律って。なので民法の世界では伝統的な三兆候、心臓拍動停止、呼吸停止、瞳孔散大、対抗反射停止、この3つをもって死亡と解します。臓器移植法は移植の場面に限って脳死したものを死体として取り扱えるとしただけで、一般的には脳死の人の死ではない、まあ、そういうことになります。このあたりもさらっとふーん、そういうものなんだと押さえていただければいいです。では権利能力終わりました。次は意思能力に移ります。で、意味、意思能力っていうのは自己の行為の結果を弁識するに足りるだけの精神能力です。で、これはね、なんとなく書けた方がいいものになります。たまに論文でも使います、意思能力。だから意思能力はなんとなく書けるようにしてください。自己の行為の結果を弁識、弁識っていうのは分かるってことね、するに足りるだけの精神能力です。で、重要なのがこれ、意思能力がないものが成した契約は無効になります。3条の2です。法律行為の当事者が意思表示をしたときに意思能力を有しなかったときは、その法律行為は無効とする。こんな条文があります。で、法律行為って書いてますけど、法律行為の代表例は契約なんですよ。だから初心者の段階では法律行為ってあったら、とりあえず契約みたいなもんなんだなと思っておけば大体間違いないです。で、
石能力がないものの特徴はこれ、泥酔者とか幼児、重度の精神病者、あとはね、脅迫、脅されて意思の自由が全くないもの、これらが意思能力がないものの特徴になります。でね、脅される脅迫ってのは民法ではこの漢字書きますので、これ、知っておいてください。脅迫です。で、中、脅迫による意思表示は取り消しうるだけだが、脅迫が強度で意思の自由が全くないと意思無能力として無効になる。で、これもね、取り消しとか無効とかってかなり先でやるので、なかなかイメージ湧きにくいんですけど、96条1項を見てください。96条1項、詐欺または脅迫による意思表示は取り消すことができる。で、意思表示の代表例は契約の申し込みとか承諾なんですね。だからここも契約みたいに考えておくといいです。で、簡単に言うとね、脅迫だから脅されて結んだ契約は取り消すことができるということです。例えば私がですね、私は気弱なのでちょっと怖い人にですね、おい、この契約書にサインしないと殴るぞとか言われたらサインしちゃうかもしれません。それが脅されて契約をした。で、これね、取り消すっていうのは後から例えば裁判所とかに行って裁判を起こして、この契約取り消してくださいと言ったら、取り消すとどうなるかっていうと、121条、取り消された行為は初めから無効であったものとみなす。取り消すと無効になるってことになります。ただね、もっと進んで次見てください。脅迫が強度で意思の自由が全くない、これどういう現象かというと、これです。これ、ここにピストル突きつけられてる。これ私イエスしか言えないですよね。さっきの痛い目に遭いたいのかだったらサインしないでもう隙を見て帰るとかあったかもしれないけど、これはイエスしか言えない。意思の自由が全くない。で、これはね、重大だから取り消すとかそういうレベルじゃなくて、もう最初から無効、元からなかったってことです。無効、全く効力がない、強い効果を与えてます。これが3条の2です。取り消し無効を後でやってからの方が分かりやすいんですけど、ここはね、担当によく聞かれるので、よく出る点なんで、ぜひ押さえておいてください。いいでしょうか。じゃあ次、行為能力です。意味、行為能力は自ら単独で確定的に有効な法律行為で、法律行為の代表例は契約なんで、契約で考えてください。契約をすることができる能力です。一番簡単なのが未成年者。未成年者って親の同意がないのに高い買い物できないですよね、お金持ってても。それを行為能力がないと表現するんですよ。だから大人は行為能力があるから自由に契約できるけど、子供は行為能力がないから自分で一人で有効な契約ができない。それ行為能力っていう表現をします。で、この能力が制限されているのが制限行為能力者です。で、未成年者も入るんだけど4つあります。この4つはもう常識にしておいてください。未成年者、成年被後見人、被補佐人、被補助人の4つある。で、これね、未成年者は分かるかもしれないけど、成年被後見人、被補佐人、被補助人、これね、例えば重度の精神病なんかで、まあ後からこの人を契約できないようにしようみたいにした人なんですね。で、面倒を見られる人だから非っていう漢字が全部入ります。非、かぶさる方のね、非っていうのが。で、なんでこんな行為能力って概念があるのか、これ制度なんです。システムだと思ってください。社会が円滑に進むための、これ趣旨がすごく大事です。3ページ目、趣旨で、本来意思能力のないものが締結した契約は無効です。だから行為能力って考え方がもしなかったとしても、3歳がベンツ買ってきてもそれは無効だからいいわけですよ、別になくても。でもね、ちょっと考えてください。15歳だったらどうですか。
15歳がベンツ買ってきた医師無能力で無効と言えるかっていうと、15歳だったら車買う意味って分かってそうですよね。医師無能力と正直言えないんですよ、15歳。じゃあ11歳は、なんか人によるのかなって感じもしてきますよね。10歳とか9歳とか。次行きましょう。しかし意思能力があるか否かの判断は容易でない場合がある。まさに10歳とか11歳、分かってるのか分かってないのか分からない。また意思能力がないことの立証も困難。これね、子どもの側から言うと、9歳が車買ってきてやっぱり無効だっていう時に意思能力がないって証明するのは難しい。あとお店の立場に立っても正直ね、11歳とか12歳買いに来ても売っていいのかどうかよく分かんない。18歳ってライン、そうなんですよ。だからこのラインで決めましょうとめんどくさいから、そういう話なんですね。なのでそこで行為能力という概念を作り、一定の要件に該当すると行為能力が制限され、行為主に契約を取り消し得るものとした。これが行為能力っていう制度なんです。先ほど申し上げた通り、高校生は意思能力があっても中学生よく分かんないから、もう日本の統一の法律で決めたんですよ。18歳、18歳以上だったら一人で契約できる、それ未満だったら一人で契約できない、もう決めましょう。その方が予測可能性つくじゃないですか。そういうシステムなんですね。じゃあ見ていきましょう。制限行為能力者、未成年者、あ、これ数年前に改正して今18歳未満のものです。未満は18歳は入らないので18歳は成人です。じゃあ未成年者一人で契約できないとなると保護者が必要です。代わりに契約してくれたりする人、それは親がいる場合は親権者、親がいない場合は未成年後見人っていう人が指定されます。はい。で、他の3つの類型、成年非後見人、これは精神上の障害により自理を弁識する能力を欠く状況、あの状況の漢字間違ってません、あの常にそういう状況にあるみたいなニュアンスなのでこういった書き方にあります。で、この人が後見開始の審判、家庭裁判所であなた成年非後見人にしますよっていう審判、まあ、裁判みたいなものなんですけど、そういう判断があれば成年非後見人になります。イメージとしてはね、強度の認知症で、まあ、自分の名前すら分かんないとかそういうレベル、こんな人一人で契約できないですよね。それが自理を弁識する能力、物事が何であるかを分かる能力が全くない、いつもない。成年非後見人にしますよって審判をすると成年非後見人になって、この認知症のおじいちゃんおばあちゃんは一人で契約ができなくなる、そういうことになります。で、面倒を見る人を成年後見人と言います。面倒を見られる方が成年非後見人、見る方が成年後見人です。で、非補佐人になるとちょっと軽くなる。精神上の障害により自理を弁識する能力が著しく不十分なの、各状況よりもちょっと良くなる、プラス補佐開始の審判を受けると非補佐人になります。で、これね、成年非後見よりも認知症とか精神障害の度合いが軽い、その場合はランクが下がって非補佐人になるんです。イメージとしてはね、後でやるけど重要な契約だけ一人でできなくなって、あとはあの日常生活は自分でできる、そんなイメージです。面倒を見る人は補佐人で、さらに軽いのが非補助人です。精神上の障害による自理を弁識する能力が不十分なもの、あのちょっと危ないよね、なんか別に一人で生活できるんだけど怪しい業者が来たらちょっと騙されちゃいそうだよねみたいな、そんな感じ、それぐらいだと補助開始の審判を受けると非補助人になります。面倒を見る人が補助人です。でね、成年非後見人、非補佐人、非補助人はグラデーションになっていて、精神障害の度合いが重い方からこう軽い方になっています。だから未成年者とこの3つは違うんです。いいでしょうか。で、まずこの4類型を覚えておいてください。あとここの言葉ね、各状況、まあ、風も引っ張ってるけど、著しく不十分、
不十分、こういうグラデーションになっている。ここも覚えておいてください。あと必ず審判が必要です。審判、家庭裁判所の判断がないとこの成年被後見人とかにならないっていうのも、ぜひ覚えておいてください。じゃあ誰が、例えばね、竹山君を成年被後見人にしたいって時に誰が申し立てできるのか、家庭裁判所に。これ関係ない人申し立てることできないんですよ。だってこれ結構ひどい制度といえばひどい制度です。成年被後見にすると一人で契約できなくするんだから。なので審判の請求権者は本人できます。一定の近親者と、あと検察官に限られています。特に検察官が入っていることは覚えておいてください。7条、精神上の障害により自理を弁識する能力を各状況にあるものについては、家庭裁判所は本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補佐人、補佐監督人、補助人、補助監督人、または検察官の請求により後見開始の審判をすることができる。こういうことになってます。でね、ここの条文の中身の細かい成年後見監督人とかそこまで覚える必要ないんですよ。この条文はざっくりここに書いてる通り、本人、一定の近親者、検察官が申し立てできるんだなぐらいに押さえておけばいいです。で、欲を言えば四親等、これも余裕があったら四親等ぐらい覚えておくって感じです。四親等はいとこです。いとこまでっていうイメージですね。成年後見人の場合は7条でしたが、被補佐人の場合11条をご覧ください。民法11条です。精神上の障害により自理を弁識する能力が著しく不十分であるものについては、家庭裁判所は本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人、または検察官の請求により補佐開始の審判をすることができる。ただし7条に規定する原因があるものについてはこの限りでない。で、ただし書きは成年被後見人相当だと補佐はできないよって言ってるだけで、なんつうの、交通整理のためのただし書きですね。で、これも結局は本人と一定の親族と検察官が申し立てできる。さらに15条もご覧ください。精神上の障害により自理を弁識する能力が不十分であるものについては、家庭裁判所は本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補佐人、補佐監督人、または検察官の請求により補助開始の審判をすることができる。ただし7条または11条本部に規定する原因があるものについてはこの限りでない。7条は成年後見、11条は補佐、この自由がある場合は補助はできないよって言ってるだけです。で、2項を見てください。本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには本人の同意がなければならない。非補助人となる人はね、すごく軽いから本人の同意がないとダメなんですよ、非補助人にするには。そういった条文もあります。そして次です。制限行為能力者のなした行為は、これ保護者も制限行為能力者本人も取り消すことができます。未成年者がベンツ買ってきた場合、保護者はこのベンツの売買契約取り消せるのは当然として、買っちゃった本人も取り消せます、未成年者も。これはぜひ覚えておいてください。120条1項、行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者、他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む、またはその代理人、承継人もしくは同意をすることができるものに限り取り消すことができる。制限行為能力者って取り消せるって書いてますね。だから本人、未成年者本人も取り消せるし、親は同意をすることができるものだから親も取り消せるという条文になっています。
ではね、4ページ目でちょっとだけ先取り学習をしておきます。パンデクテン体系取ってるんで、後の方の概念がじゃんじゃん出てきます。ここでは物件という概念を知っておきましょう。先取り学習、物件と。物件は、物を支配する権利、まあ物ですね。で、この物はね、言葉で言うと第三者の者と似てるから、よくね、講義では物と言います。この物のこと。まあ物を支配する権利で、物件というのは誰にでも主張できる、これを絶対性と言います。例えば所有権、所有権の意義は今はとりあえず置いといていいんだけど、あ、やっときましょうか。所有権ね、条文引きましょう。206条、206条をご覧ください。所有者は法令の制限内において自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。で、これ例えば私はこのペンの所有者です。で、自由にこのペン使えます、使用できます。で、収益、ペンの場合あんまりする人いないけど、これね、友達に貸して賃料、貸賃取ることができます。これ収益っていう。で、処分、折ったりできるし売ったりもできる、何でもできる。これが所有権で、ここで絶対性ってありますよね。絶対性はこれ誰にでも主張できるってことです。私はこのペンの所有権を持ってるって人を、例えばね、隣の人に、いや、このペン俺のもんだっていうこともできるし、これ誰に対しても言えますよね。これ絶対性と言います。で、これが物件です。物に対する権利で、物は何か、不動産と動産って概念もやっていきましょう。物件の対象となる物には不動産と動産があります。で、不動産の定義は簡単で、土地建物、すごい単純ですよね。土地と建物を不動産と言います。で、動産は不動産以外のものを言います。すごい単純。はい、皆さんに質問します。車は動産、不動産、動産ね。飛行機は動産、ヘリコプターも船も全部動産、土地と建物だけが不動産。これぜひ覚えておいてください。じゃあ所有権の移転時期、これ例えばね、土地を売った時に当然所有者、オーナーが移るわけだけど、所有権って実際にいつ移転するのかって問題があります。詳しくは物件法でやるけど、先取りでちょっとだけ見ましょう。黒星、物件所有権含むは特約がない限り契約の時に移転します。これぜひ覚えておいてください。ケース A は B との間で B の土地を1000万円で購入する契約をした。これ契約の瞬間に土地の所有権が B から A へ移転するってことになります。これどういうことかっていうと、例えばね、土地の所有権ってお金払った時に移転するんだって考え方あってもよくないですか。契約とお金払って一応別の概念だから。でも違うんですよ。お金払った時じゃなくて、契約書に2人がサインした瞬間にバビューンと移転する、まあ、そういうのが判例なんです。まあ、詳しい話は物件であります。今ちょっとそこ前提にして進んでいきましょう。ただね、土地の所有権移ったって言っても、ある土地が誰のものかなんて目に見えません。目に見えないとどうするか、門番を置いとかないと占領されちゃいますよね。でもそんな血生臭い戦国時代ではないわけです。今はそこで不動産登記というものがあります。物件は目に見えない。そこで登記によって所有権などの物件を公示する、皆に示すことにしている。簡単に言うと、不動産の所有権は登録できるんですね、法務局という国の機関に。だから私が土地持っていれば、この土地は竹山の所有だよっていうのを法務局に登録できます。そしてその登録したことを登記って言うんですね。で、この登記は誰でも見ることができます。みんなに示すんですよ。お金かかるけど誰でも見れる。それを公示と言います。みんなに示すことにして。ただね、米印見てください。登記の所在と所有権の所在は実は別の問題なんです。
これで分かんなくなっちゃうんだけど、ケース見てください。 A は B から平成29年3月1日に土地を買った。で、土地の登記は平成29年3月2日に B 名義から A 名義に移転された。このケースを考えましょう。A は B から土地買ったんですね。売買。で、3月1日に A は B から土地を買ったから、土地の所有権は3月1日にはもう A のところにあります。所有権の所って字で土地の所有権を表します。ただポイントはね、3月1日の時点では登記を A は移してませんでした。正確に言うと登記簿上の所有者の名前を移してませんでした。ってことは登記簿を見ると B さんがあたかも所有者のように載ってるわけですよね。だから登記は B にあると言います。これを正確に言うと登記簿の所有者欄の記載が B ってことなんだけど、このことを登記を B にあるって単純化して表します。あれ、所有権と登記の所在一致しないことがありますよね。でね、普通は買った瞬間に登記の手続きをするから一致するんですけど、1日遅れだとこんなふうに移転しないことがあります。で、3月2日に手続きをして登記が移ってくる、そういうことです。でね、ここでイメージ湧かない人、これが分かってない人もいるんですよ。あの登記ってね、国が調査して移転してくれるわけじゃないですよ。当事者が法務局に申請しないと移んないんですよ。だからこういった現象が起こりうるわけです。いいですか。所有権と登記の所在がずれることがある、これはまず理解してください。じゃあこれの応用形、次のケースです。 A は B から土地を買った。この土地は登記名義が B になっていたが、実は C のものであった。これどうでしょう。ちょっと図書きますね。A は B から土地を買ったんです。しかしこの土地は C のものだった。 C に所有権があった。で、登記名義は B にある。所有権と登記の所在が違う以上、こんな現象も起こり得ます。で、これをね、他人のものを売るからよく他人物売買と言います。でね、他人物売買が有効かって議論あるんだけど、そこ置いときます。簡単に言うとね、 A さんは真の所有者から買ったわけじゃなくて偽物から買ったから所有権取得できません。これだって取得できたらめちゃくちゃなことになりますよね、日本。だから A さんは所有権取得できない。で、これもね、ぜひ知っておいてください。これよくこう言います。 A は無権利者 B から土地を買ったので所有権を取得できないみたいな言い方をします。まあ、これもふーんと思っておいてください。じゃあ次です。カッコ3、20条とバーン。これもね、物件ってところの重大問題なんですけど、実はさらっと今理解しておいた方が相続が理解しやすいんですね。見ていきます。土地の所有権は契約の瞬間に移転する。しかし登記の所有権の所在が一致しないことがあるので、次のような現象が起こりうるケース。 A は B に自分の土地を売った。しかし登記は A の元にある。 A はその土地をさらに C に売ってしまい、 C は所有権移転登記をした。なお C は A が同じ土地を B に売っていたことを知っていた。図を書きます。A は B に土地を売りました。これが丸一売買です。その後、登記が A のもとにあったら
これね、A さん、あたかもこの土地は自分のものだって C さんに売るやつ、いそうですよね。ね、C さんにも売った。このように1つの土地を2人以上の人に売ることを二重譲渡と言います。まあ、3人に言ったら三重譲渡です。で、この現象を見てね、みんなびっくりするんです、民法。こんなことあるの？っていう話。まあ、ちょっとまずね、順番に追って説明しますね。当然 A さんは犯罪ですよ。だって自分の土地 B に売って C に売るなんて、そんなの許されない。A は当然犯罪です。ただね、登記を移していない以上、C さんみたいに買っちゃう人もいるってのも分かりますよね。騙されちゃう人もいる。で、これ二重譲渡と言います。で、悪者ってのは大抵お金を持ってどっかに高飛びするので、 A が悪いのは当然当たり前、一番悪いです。ただ A がいなくなったとして、この土地どっちが手に入れるかは決めとかなきゃいけないんです。どうしましょう。で、ここでね、レジュメに戻ります。民法177条、不動産に関する物件の特装及び変更は、不動産登記法、その他の登記に関する法律の定めるところに従い、その登記をしなければ第三者に対抗することができない。で、レジュメのこれね、不動産に関する物件の特装及び変更、今回は所有者が変わるので変更って言ってもいいし、物件得るって言ってもいいんだけど、これは結局、登記をしなければ第三者に対抗することができないっていう条文なんですね。で、対抗っていう意味も深いんだけど、今の段階では主張できるとか勝てるって意味だと思っといてください。つまり登記しないと第三者に勝てないんですよ。ってことは、二重譲渡では登記がなければ第三者に対抗できない、すなわち登記がなければ自分の権利を主張できない、勝てないということになります。なので、さっきの事例では C さんが先に登記得ました。1つの時の登記っていうのは原則1人しかできませんから、 C さん登記得たら B さんが負け、だから C さんは B さんに勝てるけど、 B さんは C さんに負けるから土地は C のもの。ということになります。で、このように二重譲渡の勝ち負け、どっちが土地手に入れるかは先に買った方でもない、先に登記を得た方なんだ、それが民法177条のルールなんだ、これは知っておいてください。いいでしょうか。で、さっきのケース、ちょっと気になるところありません？なお C は A が同じ土地を B に売っていたことを知っていた。あれ、 C ずるくないですか？ C がね、もし知らなかったら C 被害者で、登記得たら勝ちってのは分かるんですけど、 C 知っていた。でもね、これ物件で詳しくやるんで、今はね、スッと受け入れてください。知ってても関係ないです。登記先の方が勝ちなんですよ。で、知ってることを悪意と、後でやりますけど、知ってることを民法で悪意と言うんですけど、悪意であっても、知っていても、他人の土地だって知っていても、登記得ちゃえば土地は C のものになります。これなんでかって思う人いっぱいいると思うんだけど、それは物件で詳しくやるんだけど、今はね、とにかく登記得た方が二重譲渡では勝てるんだと思っておいてください。で、5ページ目の下から4行はちょっと飛ばします。で、次6ページ。第三者は別に不動産の譲り受け人がいることを知っていても、今回のように悪意でも良いか、これ悪意であっても良いんです。悪意であっても登記があれば土地を取得できます。でも悪意ってのは悪いっていう意味がないんです、民法で。知ってるってだけです。ただし、背信的悪意者なら取得できません。これもね、今ね、そんな気にしなくていいけど、すっごいずるい人ぐらいのニュアンスです。で、知識の補充。民法では知ってることを悪意、知らないことを善意という。これね、言葉知っておいてください。悪意に、一般用語の悪意ってなんかね、悪い意図っていう意味ですよね。民法ではそのニュアンスは全く、本当に全くありません。悪意ってのは知ってるだけ。善意ってのは知らないこと。これぜひ知っておいてください。あとですね、動産。例えばね、あんまりないけど、このペンの二重譲渡って理論的にありえますよね。で、動産の場合はね、登記ってのが基本ないので、
引き渡しが対抗要件とか、簡単に言うと先に引き渡された方が勝ちと思ってください。178条動産に関する物件の譲渡は、その動産の引き渡しがなければ第三者に対抗することができない、まあ、そういった条文になります。いいでしょうか。で、ここの知識のね、先取りははっきり言って後でちゃんと出てくるので、そんなに理解できなくて構いません。一個だけ、不動産とか動産もそうなんだけど、二重譲渡って現象が起こり得て、勝ち負けは登記で決める。登記先に得た方が勝ちってことだけ知っておけば、とりあえず先進めます。じゃあ行きましょう。7ページ目、制限行為能力による取り消しは、取り消し前の善意の第三者にも対抗可能。これは論点 B ランクでまあまあ大事なんで、これちょっとやっていきましょう。理由、取り消すとその行為は訴求的無効、また第三者を訴求行から保護する特別の条文がない。何言ってんでしょうね。はい、ケース見ましょう。で、これすごく大事なケース。未成年者 A は公土地を B に売った。その後 B は何も事情を知らない C に公土地を売った。その後 A は B との売買契約を取り消した。はい、前半の山です。ここ、この事例とね、その次の事例、この2つの事例、ぜひ処理をまず理解してください。図を書きます。未成年者 A で、すごく時系列が大事です。未成年者 A がまず土地を売ったんですね。未成年者 A が土地を売りました、 B に。で、その後何も知らない、事情を知らない C に土地を売りました。何も C さん事情を知らないから C さんは善意です。ところがですね、未成年者あるいは親でもいいんですけど、未成年者 A はこの C さんのところまで行ったんだけど、土地取り戻したくなったわけです。だから未成年者は、私は未成年だからここを取り消すとやりました。で、 C さんは取り消しの前に現れてますよね。取り消しの前に出現したキャラクターだから、 C さんのことを取り消し前の第三者と言います。はい、これ早い話が、この土地って A の元に戻ってくるのか、それとも何にも知らずに買った C さんが手に入れられるのかってことです。例えば B さん不動産屋さんだと思ってください。 C さんってめちゃくちゃ善良な一般市民ですね。不動産屋さんから土地買ったのに、なんか未成年者が絡んでる、土地 A さんのものになってしまうのか。で、こういった問題がね、相続物件続いていきます。 A の元に土地を戻すのか、 C のものにするのか。もちろんお金の調整はありますよ。お金の調整じゃなくて、まず土地の所有権の所在を決める。当然お金の調整はあると思ってください。でもそれはね、債権って話なんで、ここでは出てこない。はい、じゃあこれ結論書いてましたね。制限行為能力による取り消しは、取り消し前の善意の第三者にも対抗可能。対抗可能ってのは勝てる、主張可能ってことだから、どういうことか。 A さんが取り消すと、この取り消しを C に対抗できる、主張できる、勝てるってことは、土地は A のものってことです。これ土地の所有権は A になります。いいでしょうか。で、これ結論は当然覚えてほしいんだけど、理論構成が大事です。なんでこうなるのか、
はい、理由です。はい、取り消すとその行為は訴求的無効になります。121条取り消された行為は初めから無効であったものとみなす。で、初めから無効っていうのは遡って無効と一緒なんですよ。要するに契約が最初からなかったってことなんですね。はい、でここで初めから無効と訴求的無効っていう意味を理解してください。これ一緒です。初めから無効と訴求的無効は一緒で、遡ってなかったことになると、最初からなかったことになるっていう意味です。すごく大事な概念、訴求的無効ってことはですよ、はい、板書に戻りますけど、これ取り消しましたね。この売買は最初からないんですよ。 C さんが出現する前からないんですよ。これ訴求的無効、で最初から売買がないってことは B は A から土地を買ってないんです。ってことは B はこの土地に関しては無権利者ってやつですね。さっきやりましたね、無権利者から買っても所有権は移らない。この売買が最初から無効であるがゆえに B さんは無権利者となってしまい、無権利者から買った C さんも当然所有権は手に入らないわけです。だから C も当然無権利。ここまでいいでしょうか。あとね、今回は未成年者の取り消し、制限行為能力の取り消しだったんだけど、似たような取り消しっていっぱいあるんですね。で、種類によってはこの C さんかわいそうだから C さんを保護するっていう条文もあるんだけど、今回の制限行為能力の場合は C を保護する特別の条文もないんです。だから結局 C さんは何も保護されなくて A のもとに所有権がある、そういうことになります。いいでしょうか。なので理由取り消すとその行為は訴求的無効、また第三者を訴求行から保護する特別の条文がないってことになります。どうです、ここついてこれました。これなので先取り学習でさっき無権利者ってやつをやったんですね。でここ担当だけだったらこの事例を結論だけ処理できればいいんだけど、司法試験予備試験論文あります。これを論理的にこの流れでちゃんと書けるかって話です。自分の言葉でこれ文章で説明できなきゃいけない。もちろんこんなものは省略して書くこともたくさんあるんだけど、一応ね聞かれたらちゃんと説明できなきゃいけないです。なのでちゃんと論理的に条文に即して論理を積み上げるような説明ができるようにしておいてください。具体的に言うと今日書いたらね、絶対復習してください。条文見ながらこのレジュメを読んでいくんですよ。でこういったところは何を言ってるか、特に論点は自分の言葉で説明できるようにしてください。それがすごく大事です。じゃあ次行きましょう。取り消し前をやったとすると当然取り消し後が気になるし、ありますよね。はい、取り消し後、取り消し後の第三者とは対抗関係に立つ。あ、ちょっとすいません、1個やり忘れました。さっき二重譲渡やりましたね。二重譲渡でこの A さんが B に売って A さんが C に売った、この B と C のように同じ権利を2人で争うような関係を、この BC の関係を対抗関係と言います。で、対抗関係は投機で勝ち負け決めます。逆に言うと投機で勝ち負け決めるような関係を対抗関係って言ってもいいです。二重譲渡の B と C のような人を対抗関係っていうのは覚えておいてください。
じゃあ次ね、取り消し後の第三者とは対抗関係です。理由、復帰的物件変動論。復帰的物件変動論って何かって話ですね。これね、論証1番です。あ、論証出てきました。論証ってのは論文のパーツです。で、この論文のパーツをね、覚えとかないと論文は書けません。あ、語弊があった。ほとんどの人は論文書けません。どういうことかというと、あれなんですよ。論文って予備試験70分、司法試験2時間なんだけど、これね、こういった論点は一瞬で書けないと間に合わないような時間設計なんですよ。一から考えてられない。だから用意できるところは用意していかなきゃいけない。そのためのパッケージが論証です。一言一句覚える必要はないけど、自分の言葉で似たようなことは書けるようにする必要がある。見ていきましょう。未成年者 X が B に土地を売ったところ、X の保護者が XB 売買を取り消した。しかし X が登記を復帰させる前に B は C に土地を売却し、 C が登記を備えた。 C は所有権を取得できるか。でね、これ皆さん自習、自分で勉強するときもそうなんだけど、複雑なものは図を書いてください。図を書いて考えると糸口が見えてくることがあります。で、これ未成年者 X です。B に土地を売った。ただね、 X の保護者がすぐにこれまずいと思って取り消したんですよ。で、 X でも X の保護者が取り消しても所有権の流れは変わらないので、まあ、図としては X が取り消したとしましょう。取り消しました。で、これだけだったら未成年者 X の時に土地が戻ってきます。ただですね、 X が B に土地を売って登記が移転した場合は、取り消すと登記が自動的に戻ってくるわけではありません。登記もね、戻すのに手続きがいるんです。簡単に言うと、この事例は X は登記を戻す手続きをしないで放置していると、 B はしめしめ、これは私の登記があるから C に売っちゃえってやったんですよ。はい、 B は C に売却しました。そして C は登記を備えた。はい、今回 C さんは所有権を取得できるでしょうかという問題です。さっきの取り消し前の第三者とはタイミングが違う。なぜかというと、 C は取り消した後に出現した人、すなわちこれは取り消し後の第三者だからです。で、これ自体深い話があるんですが、これね、実はさっきと同じく極めて論理的に考えると結論変わりません。はい、この売買を取り消して訴求的無効、無権利者から買ったから C は所有権手に入れられないよっていうのが論理的で、そのような説を唱える学者の先生もいらっしゃいます。ただね、判例はね、全然違う考え方する。取り消し前と取り消し後で全然違う発想するんですよ、判例は。はい、判例の発想こうです。所有権の流れの矢印をここで書きます。 X は B さんに土地を売りました。所有権は X から B に流れます。これ所有権の流れね。 X から B に所有権が動きます。ところが取り消して B から X に所有権が戻りました。こう矢印書きます。ところがB はさらに C に言ったので、 B から C に所有権が流れます。あれ？これって B 中心に考えると、同じ人から矢印2本、二重譲渡みたいな流れになってますよね。ここに着目するんですよ。で、同じ人から矢印2本は覚えておいて、対抗関係で登記で処理するんです。これ同じ人から矢印2本、
これは対抗関係。で、これは登記で決める。ってことは、いいですか？ BXBC の二重譲渡と同じに考えるから、登記を先に得た C の勝ち、C が所有権を取得。こう考えるわけです。なんか腑に落ちない人もいるかもしれないけど、判例の考え方はこれなんですね。で、もちろん論理的に考えた説っていうのは物件っていうところでありますけど、とりあえず判例はなんか取り消し前と取り消し後全然処理が違うんだけど、取り消し後は二重譲渡と同じく捉えるんだ。これをまず押さえてください。やっぱりまず判例通説を押さえて高度な考え方もやっていきます。じゃあこれを文章化するとこんな感じです。この点、実質的に見ると、一旦 B に移転した物件が取り消しにより X に復帰したと見ることができる。したがって B を起点とした B 矢印 X、B 矢印 C との二重譲渡類似の関係が生じている。答案に矢印とか普通に使って大丈夫ですから。私本当にこうやって書いてました。あとね、二重譲渡類似の関係ってと対抗関係ってほとんど一緒です、意味。だから対抗関係って書いても構いません。でね、これ、ちょっと図に戻りますけど、 X から B に一旦所有権が移転したけど、 B から X に戻ってますよね。戻るように見るから、これのことを復帰的物件変動論と呼びます。戻る、復帰的って戻るってことですね。物件が動く、復帰的物件変動論。この、名前も覚えておいてください。よろしいでしょうか。じゃあ次行きましょう。で、あとね、この結論だと X がかわいそうじゃないかって声もあるんだけど、 X に落ち度があるんですよ。ちょっと見ていきましょう。また未成年者 X もこれです。登記を復帰できるのに、復帰しなかった点に落ち度があり、無制限に保護する必要はない。だって取り消したならすぐ登記を戻せばよかった。戻さない X も悪いよ。ってことで C でいいじゃないかって話。したがって XC は対抗関係にあり、177条。先に登記を備えた方が確定的に所有権を取得すると解する。まあこういう話になります。で、確定的って言葉に引っかかった人、それはすごくセンスがいいです。ただこれはね、今やっちゃうと消化不良になるので、ちゃんと物件ってところで扱います。これも意味がある言葉です。で、今の段階ではね、もうざっくりでいいんで、この流れを抑えてまず結論を導けるようにしましょう。で、論証もね、なんとなくでいいんで書けるようにしておくと、力がつきますので、ぜひ復習の際やってみてください。ということで、ここで10分間休憩します。お疲れ様でした。はい、それでは後半を始めていきます。7ページ目の一番下の行、この上の米印はそんなに気にしなくていいんですけど、実はですね、似たような論証がいっぱいあるんですよ。取り消し後の第三者っていろんなパターンがあるんですけど、ほとんど同じ処理をするんですね。なので、今日さっき難しいことやってましたけど、知識は使えます、いろんなところで。じゃあ次、括弧に未成年者です。8ページ目で、意味、未成年者は18歳未満のものを言います。括弧4ってのは4条ということです。4条をご覧ください。民法4条です。年齢18歳をもって成年とする。令和4年4月1日に施行されて、その前は20歳でした。今はもう18歳です。で、これは民事関係のみ、よくある話なんですけど、お酒とかタバコの年齢は18には下がってなくて、あれは20歳。いろんな法律でね、できるできないは若干違います。ただ18歳で民法で決めたってことは、18歳からは1人で契約をできる、そういう意味合いになります。で、未成年者の行為は、
法定代理人の同意を得ない場合、原則取り消すことができます。まず5条1項から見ていきましょう。5条1項をご覧ください。未成年者が法律行為、代表例は契約です。をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。法定代理人の代表例は親、親権者です。ただし、単に権利を得、または義務を免れる法律行為については、この限りでない。で、2項。前項の規定に反する法律行為は取り消すことができる。そういうことになります。でね、原則ね、全部取り消しだから、基本的に未成年者って1人でできる行為はほとんどないんですね。だから、制限行為能力者って言ってるけど、未成年者行為能力者はほとんどないと考えて差し支えないです。ただ、例外として1人でできる行為、裏返せば、い、取り消すことができない行為というものがいくつかあります。1つ目は、保護者が同意した行為。これ当たり前ですよね。で、2つ目が、保護者から渡された一定の財産の処分。これ5条3項をご覧ください。第1項の規定に関わらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも同様とする。はい、これ具体例パッと思い浮かぶでしょうか。まず3項の前段、目的を定めて処分を許した財産、目的の範囲内において未成年者が自由に処分することができる。何でもいいんですよ。はい、じゃあ16歳にね、親が、じゃあこれ高校の学費にとして払いなさいって10万円渡したら、高校の学費として払う分、目的の範囲内においては処分できる。当たり前ですよね。で、後半、後段っていうんですけど、目的を定めないで処分を許した財産、これ小遣いです。小遣いで物を買うには取り消せない。それはそうですよね。そのことを表した条文です。いいでしょうか。次、単に権利を得、または義務を免れる行為。未成年者が単に権利を得るっていうのは、お金もらう。お金あげるのも贈与契約って立派な契約なんです。でも、未成年者が権利もらうだけだったら、取り消さなくてもいいですね。未成年者にメリットしかないから。だから取り消せない。あと、義務を免れる。未成年者の借金を免除する。お金払う義務を免除する。これも未成年者に得しかないから取り消せない。そういうことになります。制限行為能力制度っていうのは、あくまで制限行為能力者の保護のための制度なんで、取り消すメリットがない場合は取り消させないっていうことになります。あと、保護者が未成年者に営業を許可した場合、その営業に関する行為、6条をご覧ください。1個または数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては成年者と同一の行為能力を有する。例えば、16歳の人が、だって一応義務教育15歳だから、中3だから、高校に行かないで商売やりたいっていう人もいますよね。でも、それでも行為能力ないと困るから、親はね、未成年者に営業の許可できるんですよ。よし、ラーメン屋はやっていいよと。ラーメン屋やっていて許可された人は、ラーメン屋に関する行為だけは行為能力有する。でも、その他ダメですよ。これ担当によく出るんだけど、営業許可得た場合は、全然関係ない行為は一人でできない。ラーメン屋の許可を得た場合は、ラーメン屋に関する麺の仕入れとか、物件借りる契約とか、そういうものだけ一人でできるようになります。6条2項も見ましょう。前項の場合において、未成年者がその営業に耐えることができない事由があるときは、その法定代理人は4編の規定に従い、その許可を取り消し、またはこれを制限することができる。こんな条文もあります。いいでしょうか。どんどんいきましょう。はい、遺言。これ、遺言とも読みます。これは、自分が死んだ後の財産の処理をどうするかどうかを紙に書くこと。遺言とか遺言とか言います。これは、満15歳に達した場合は、親は取り消すことできません。
これ何言ってるかというと、要するにね、遺言遺言っていうのは15歳からかけるよって制度なんですよ。18で合わせてないってことです。961条、961をご覧ください。15歳に達したものは遺言することができる。で、逆に言うとね、15歳に達しないとできないから、これ親の同意でできるとかそういうレベルの問題じゃないですよ。これちょっと独立と考えた方がいいです。15歳に達したらできる、達しないうちはそもそもできない、そういうことになります。あと着出でない子の認知、結婚してない男女間の間で生まれた子供はお父さんが認知しないと自分の子供ってなりません。これ780条です。認知ってのは自分の子供だよって認めることです。780条。認知をするには、父または母が未成年者または成年非後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。自分の子供って認めるのは契約とかと違うから同意がいらないんです、親とかの。こういうことになります。じゃあ次、保護者の権限です。未成年者一人で契約できないから面倒を見る保護者がいます。で、法定代理人って言います。なぜかというと、一人で契約できない未成年者に代わって代理して契約をするから。で、法定代理人は通常は親権者です。818条をご覧ください。成年に達しない子は父母の親権に服する。2項、子が養子であるときは養親の親権に服する。3項、親権は父母の婚姻中は父母が共同して行う。ただし父母の一方が親権を行うことができないときは他の一方が行う。で、離婚した場合はどうか。819条1項、父母が協議上の離婚をするときはその協議でその一方を親権者と定めなければならない。離婚する場合はどっちかを定めるってことになります。まあ、2項以降は今省略します。で、通常は親権者なんだけど、親権者がいないとき、または親権を行う者がこの財産を管理する権限を有しないときは、これ後見人がなります。親が亡くなっちゃったときは未成年後見人というのを選びます。あとはね、または以下は特殊なんだけど、親いるんだけど親があまりに子供を虐待してるとか不適切でこの人任せておけないなって時も後見人つけます。838条をご覧ください。後見は次に掲げる場合に開始する。1号、未成年者に対して親権を行う者がないとき、また親権を行う者が管理権を有しないとき。で、このね、838条1号の方、未成年後見人と言います。で、2号が成年後見人、成年非後見人の後見人。2号、後見開始の審判があったときでね、これ詳しくは親族法でやるんだけど、1号の未成年後見と2号の成年後見は全然話が違うので、ちょっと全く別物だぐらいに思っておいてください。で、この未成年後見にいたら複数を選ぶことができます。840条2項です。840条1項からせっかくなんで見ておきましょう。前条の規定により未成年後見人となるべきものがないときは、家庭裁判所は未成年非後見人またはその親族その他の利害関係人の請求によって未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠けたときも同様とする。2項、未成年後見人がある場合においても家庭裁判所は必要があると認めるときは、前項に規定するもの、もしくは未成年後見人の請求によりまたは職権でさらに未成年後見人を選任することができる。ってことは複数かってことですよね。さらにってあるときは。で、3項も見ましょう。未成年後見人を選任するには、未成年非後見人の年齢、心身の状態並びに生活及び財産の状況、未成年後見人となる者の職業及び経歴並びに未成年後見人との利害関係の有無、
未成年後見人となるものが法人であるときは、会社とかね、なんと未成年後見人は会社とかでもいいです。その事業の種類および内容並びに、その法人およびその代表者と未成年者被後見人との利害関係の有無、未成年者被後見人の意見、その他一切の事情を考慮しなければならない。法人もできます。でね、未成年後見人のイメージなんだけど、子供を育てる人では必ずしもありません。子供のね、財産を代わりに管理するイメージなんで、法人でもできるってことです。じゃあ次のケースです。じゃあ未成年後見人一旦置いといて、親のケースに戻しましょう。まあ未成年後見人でも一緒なんですけど、ケース丸1、未成年者は保護者の同意を得ずに100万円で車を買う契約を締結した。保護者は何ができるか、同意を得ずにやってきた場合。で、丸2、未成年者が有効に契約を締結するためには何をすればよいか、これを考えていきましょう。まず丸1の答え、子供が勝手に車を買ってきた。まず保護者は売買契約を取り消すことができます。なんてことしてくれたんだ、取り消しだ、取り消し権と言います。5条2項をご覧ください。前項の規定に反する法律行為、要するに同意を得ないでやってきた行為は取り消すことができる。ただね、親は取り消さないこともできます。次、保護者は売買契約を追認することができる。まあ子供が良かれと思って買ったんだ、自分でお金払うならいいやって親も言いますよね。これをね、追認と言います。後から認めること、まあ後から同意することって言ってもいいでしょう。で、保護者はこの権限があるので追認権と言います。122条をご覧ください。122、取り消すことができる行為は120条に規定するものが追認したときは以後取り消すことができない。追認すると取り消すことができなくなります。で、追認するとこうなります。売買契約が確定的に有効になり、確定的に有効というのはもう有効で決まるってこと。だからその後取り消せなくなります。ちなみにこれも先取り学習なんだけど、もう一回122条をご覧ください。取り消すことができる行為は120条に規定するものが追認したときは以後取り消すことができない。で、120条の右側に条文の、なんつうの、タイトルみたいなのありますよね。そこ見てください。取り消し権者って書いてません。つまり追認できる人は取り消し権者と一致するってことなんですよ。120条に規定するものはって122条に書いてるから。これもね、まあそのうちやりますけど、一応押さえておいてください。何度も何度も条文出てきます。ほんと細かいこと多いんだけど、民法ってね、すっごい大事な科目です。で、ちょっと話脱線しますけど、人間って勉強する時ってどんな時だと思います？まあこれ私の持論なんですけど、2つあって、1つは楽しい時、もう1つは楽しくないけど役に立つ時、まあどっちかですよね。で、皆さんタイプでどっちでもいいと思うんですよ。楽しいと感じるならそれ感じてやってください。楽しくない人はもう役に立つと思ってやってください。どっちでもいいんで、意義を見出しましょう。じゃあ次、2の答え。はい。未成年者が有効に契約を締結するためには、保護者の同意を得ることが必要です。これ保護者に逆に言うと同意権があります。5条1項を見てください。未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。逆に言うと法定代理人は同意ができるということで、法定代理人には同意権があるということになります。で、これ包括的同意もか。包括的同意っていうのはある程度大雑把なまとまった同意ってことです。どういうことかっていうと、親がね、未成年者に「はい、じゃああなたはこの自転車の2万5千円のこの自転車を買ってきていいよ」って同意をすることもあれば、自転車なら10万円以下なら何でも買っていいよって同意をすることもあります。つまりある程度まとまった同意、包括的同意でもいいってことです。個別同意はもちろん可能。あと目次の同意もか。
目次って難しいんだけど、なんつうの、明示の対義語で匂わせるって意味です。はっきり同意してないんだけど、黙認していた、親はいいと思ってた。だから親が別に未成年者にはっきり自転車買ってきていいよとは言ってないんだけど、もう良さそうな雰囲気があれば同意なんですよ。それでも可能。これが判例です。いいでしょうか。あと保護者に代理して契約を結んでもらうという手もあります。逆に言うと保護者には代理権があります。人に代わって契約することを代理と言います。824条をご覧ください。824です。こう条文飛ぶんですね。このあたり家族のことも絡むので、親族っていう法律と、相続を行ったり来たりします。親権を行う者はこの財産を管理し、かつその財産に関する法律行為についてその子を代表する。この代表って言葉もね、後でちゃんとやるんですけど、なんつうんですかね、全部代理するってイメージが代表です。全部代わりにできるってイメージ。株式会社で社長のこと代表取締役っていうのを聞いたことある人いると思う。あれは会社のこと何でもできるって意味です。で、ただしその子の行為を目的とする際も生ずべき場合には本人の同意を得なければならない。その子の行為を目的とする債務っていうのは、子供に野球をやらせる義務を負わせるのかね、子供に何かやらせる義務を負わせるためにはその子の同意が必要っていう意味です。いいでしょうか。じゃあ次行きましょう。かっこ3、成年非後見人。意味、成年非後見人は精神上の障害により自理を弁識する能力を欠く状況、これは絶対覚えてください。欠く状況にあるもので後見開始の審判を受けたもの、家庭裁判所の審判を受けてこの人を成年非後見人としますって決定がないと絶対になりません。単に欠く状況にあるだけじゃなりません。審判が必要です。7条もう一回見ましょう。精神上の障害により自理を弁識する能力を欠く状況にあるものについては、家庭裁判所は本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補佐人、補佐監督人、補助人、補助監督人、また検察官の請求により後見開始の審判をすることができる。8条、後見開始の審判を受けた者は成年非後見人とし、これに成年後見人、保護者ですね、を付するってことになります。で、米印、審判の申し立てがなされ審判の要件を備えるときは家庭裁判所から必ずです、必ず審判しなければならない。審判しなければならないというのは、その人を成年後見人に、成年非後見人にしなければならないということです。いいでしょうか。で、この辺はね、なんつうの、丸暗記するというか、条文引きながら理解していく、理解していく中で自然に覚えるぐらいがいいです。で、論証は意識して覚えてください。で、要件が消滅したときは請求により家裁が審判を取り消す。成年非後見人になる要件、要件って全体構造編でやったと思いますけど、これがあればこうなる、要件効果で考えますね。自理弁識能力を欠く状況っていう要件があったら家庭裁判所は成年非後見人にしなければならない。でもね、認知症が治るっていうのはそんなにないけど、精神病だと良くなることってありえますよね。その場合は請求によりもう取り消してくれっていうと家裁が審判を取り消します。10条です。10条をご覧ください。第7条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、未成年後見人及び成年後見人を言う以下同じ、後見監督人、未成年後見監督人及び成年後見監督人を言う以下同じ、または検察官の請求により後見開始の審判を取り消さなければならないということになります。ただ請求がないと取り消せないから、自動的に裁判所の方が自発的に取り消すことってのはないです。いいでしょうか。で、取り消すと
宣告はこれ将来に向かって消滅する、遡りません。だって今までは精神病治ってなかったんだけど、これから治るって話だから、将来に向かってなくなるだけで、今までは成年非後見人だった、これからは成年非後見人じゃなくなりますということになります。訴求校と将来校の違い、これすごく大事なんで、ちょっとイメージやっときましょう。これここで決定で、ここで取り消しがあって、これ訴求校ありだとすると、この取り消しによって最初から決定なしになります。一方で訴求効なし、これは将来効とも言います。何か決定とか出来事があって、ここで取り消されても、ここからはなかった、ないことにするってことです。これね、まあ、決定じゃなくてもいいんですよ。契約とかでもいいんだけど、遡ってなくなるのか、今からなくなるのかってことで、訴求効ありと訴求効なし分かれます。で、訴求効なしは将来効とも言います。将来に向かってってことです。これ法律全体を流れる非常に重要な概念なんで、区別できるようにしてください。例えばね、ちょっと身近な話しますよ。高校2年生である人が退学になりました。で、退学が将来校だと、高校1年生でやったことは生きてるんですよ。でも退学が遡ると、高校にそもそもお前入ってなかったんだ、高校1年生で学んだこともなくなる、まあ、そんなイメージなんですね。だから退学は普通将来校です。今からは生徒じゃないよって話になってきます。いいでしょうか。じゃあ次ですね。成年非後見人の行為は一定の行為を除き取り消すことができます。9条を見てください。成年非後見人の法律行為は取り消すことができる。ただし、日用品の購入、その他日常生活に関する行為についてはこの限りでない。日用品の購入とか日常生活に関する行為は取り消せません。で、い、まとめました。取り消すことができない行為、こういうところも担当で聞かれます。まず日用品の購入、その他日常生活に関する行為。だってね、いかに成年非後見人といえども、例えばコンビニでおにぎり買いましたとか、服屋で服買いました、これ取り消す必要ないですし、大したお金じゃないでしょうしね。取り消したらその人の自由、あまりに束縛してますよね。だからこういった行為は本人の意思を重視して取り消せないことにしたんですよ、そもそもが。で、その方がコンビニも安心じゃないですか。だっておにぎり買った行為まで取り消されたらたまったもんじゃないですか、お店屋さんもね。で、あと、これは重要。婚姻、離婚などの身分法上の行為。誰と結婚するか、誰と離婚するかは取り消すことができません。本人の意思を尊重すべきだから。ただ一個気をつけなきゃいけないのが、結婚するときは意思能力は必要だから、意思能力が若干回復している時じゃないと成年非後見には結婚できません。自理弁識能力が全くないと、そもそも婚姻ができないので、一時期回復した時にたまたま婚姻したとか、そういった状況が想定されてます。あとですね、これめちゃくちゃ大事で、保護者の同意は無効。これどういうことか。成年後見人が同意をすれば、成年非後見人は車を買えるかって問題です。
だって未成年者の場合、親が同意すれば未成年者買えましたよね。成年非後見人の場合は買えません。親がいい、親じゃない、後見人がいいって言っても。なんでかというと、成年非後見人って、同意の意味を理解できないレベルの精神疾患とか認知症が想定されてるんですよ。だからそもそも一人で契約することは全く想定されてないんです。だから後見人が同意をしたとしても非後見人は一人では契約できない。その意味で同意は無効。これよく担当で聞かれますので押さえておいてください。じゃあ次、保護者の権限です。成年後見人の権限、これまず代理権があります。859条をご覧ください。859条1項、後見人は非後見人の財産を管理し、かつその財産に関する法律行為について非後見人を代表するということになります。あと取り消し権、取り消せます。9条です。成年非後見人の法律行為は取り消すことができる。ただし日用品の購入、その他日常生活に関する行為についてはこの限りでない。取り消しができます。さらに追認ができます。122条をご覧ください。取り消すことができる行為は120条に規定するものが追認したときは以後取り消すことができない。取り消し権者が追認ができます。ただし同意権はない。保護者は同意できません。なぜかというと同意しても意味がないから。あと保護者、後見人は裁判所が選任します。で、これ複数可能で法人可能です。843条を見てください。843条1項からせっかくなんで見ていきましょう。家庭裁判所は後見開始の審判をするときは、職権で成年後見人を選任する。2項。成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年非後見人もしくはその親族、その他の利害関係人の請求により、または職権で成年後見人を選任する。3項。成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は必要があると認めるときは、前項に規定するもの、もしくは成年非後見人の請求により、また職権でさらに成年後見人を選任することができる。ってことは複数選任か。4項、成年後見人を選任するには、成年非後見人の心身の状態並びに生活および財産の状況、成年後見人となる者の職業および経歴並びに成年非後見人との利害関係の有無、かっこ成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類および内容並びにその法人およびその代表者と成年非後見人との利害関係の有無、成年非後見人の意見、その他一切の事情を考慮しなければならない。で、いろんな事情を考慮するんだなっていうのも大事なんだけど、括弧内に法人って書いてましたね。法人もなれます。あと夫婦の一方が当然に成年後見人になるわけではありません。例えば、高齢の夫が認知症で成年非後見人になるとき、奥さんが当然に成年後見人になるわけではありません。で、これね、疑問に思った人いません？なんでこんなことわざわざ竹山レジュメに書いてるのか。これね、たまに担当で聞かれるんです。で、なぜ担当で聞かれるかというとね、もうだいぶ昔の制度なんだけど、20年前とかは夫が非後見人になると妻が絶対後見人になるぞって言った、あった時代があったんですよ、昔の制度で。でもね、それって廃止されました。想像つきます？なんでか。だってね、成年非後見人ってもちろん精神病の場合もあるけど、認知症が多いんですよ。夫が認知症だと大体妻も高齢じゃないですか。だから妻が後見人に絶対なるっていうのは不合理だから廃止されたということになります。ここもそう。昔は複数とか法人もダメだった時代があるので、この辺りは担当で聞かれる恐れがあるってことです。昔の制度と変わってるからってことですね。じゃあ、過去の被補佐人です。意味。被補佐人は、精神上の障害により、
地理を弁識する能力が著しく不十分なもので補佐開始の審判を受けたものになります。まあ、11条は、まあ、大体同じなので今省略しましょう。でね、成年後見も補佐もそうなんですけど、まあ、医師の診断書を出したり、当然ね、精神科のお医者さんの精神鑑定があったりして、要件を判断します。で、非補佐人のなした行為は以下の重要な行為に限って補佐人の同意がない場合、取り消すことができるということになります。あのね、非補佐人はね、大体の契約一人でできるんです。でも大事なものだけ一人でできなくするのが補佐人のイメージです。13条を見てください。13条1項、非補佐人が次に掲げる行為をするにはその補佐人の同意を得なければならない。ただし9条ただし書きに規定する行為についてはこの限りでない。例えば4号訴訟行為をすること。裁判ってめちゃくちゃ複雑で大事だから非補佐人は一人でできない。あとはね、3号不動産その他重要な財産に関する権利の特措を目的とする行為をすること。不動産の売買なんかはもう一人でできない。重要な行為だけできなくなるってイメージを持ってください。で、ここにリストを並べました。条文通りなんだけど、マリチ元本を領収しまた利用すること。これどういうことかっていうと、例えばね、すっごい金持ちで10億円を人に貸しててその利息だけで生活してる人っていますよね。でもその10億円回収しちゃったら、もちろん10億あったら暮らせるんだけど収入途絶えちゃうじゃないですか。だから元本をもらっちゃうっていうのは利息生み出さなくなるから重要な行為だから一人でできない、そんなイメージです。元本を領収しまた利用すること。で、10ページ、当然なんだけど利息とか賃料の領収についてはどういう付与、利息は勝手に取れるけど元本を受け取るのがダメだってことです。で、まれに借財または保証をすること、お金借りたり他人の保証人になったりすることは重大な行為だから一人ではできない、保護者の同意必要。ただ時効更新の債務承認には同意不要です。これは時効でやるので今は気にしないでください。丸三、不動産の売買その他重要な財産に関する権利の特措を目的とする行為、まあこれ重要ですね。訴訟行為、贈与、お金をあげたり和解、話し合いで何か解決したりすること。で、このあたりは正直ね、担当前に見とけば十分です。ただイメージとして今から不動産の売買とか訴訟とかはすごく大事そうなんで、これ一人でできないんだなってイメージをつけてください。あとね、丸八、建物の新築改築増築大修繕を注文すること。では丸九、土地について5年建物について3年を超える賃貸借契約をすること。で、これはね、なんで土地5年建物3年なのかっていうと、ちょっとね、今から条文を見ていただきたいんですが、602条を見てください。処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めた時であっても、その期間は当該各号に定める期間とする。1号、樹木の採植または伐採を目的とする山林の賃貸借10年。3号、前後に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借5年。3号、建物の賃貸借3年。4号、動産の賃貸借6ヶ月。でね、今はね、そんなに気にしなくていいんだけど、602条は条文の、ね、タイトルにある通り短期賃貸借って言います。で、イメージとしてこの期間を超えなければそんなに重要な賃貸借、賃貸借ってのはお金取って物を貸すことなんだけどと考えてないんですよ。で、簡単に言うと602条の期間を超える場合は非補佐人やっちゃうには同意が必要だってことで、これ書いておいてください。 CF で602条、602条とリンクしてるんだなってことだけを意識しておいてください。で、そのうちこれね、民法全体やってからもう少し分かるようになります。602条とリンクをさせておいてください。
じゃあ、丸十、その他家庭裁判所の定める行為。13条2項を見てください。家庭裁判所は11条本文に規定するもの、または補佐人もしくは補佐人監督人の請求により、非補佐人が全項覚悟に掲げる行為以外の行為をする場合であっても、その補佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし9条ただし書きに規定する行為についてはこの限りでない。13条1項のリストに該当しない行為であっても、これ一人ではできなくするよっていうのができます。いいでしょうか。じゃあ次行きましょう。取り消すことができない行為です。上のリストに該当しても日用品の購入、その他日常生活に関する行為は取り消せない。13条1項ただし書きご覧ください。ただし9条ただし書きに規定する行為についてはこの限りでない。で9条見ましょう。成年非後見人の法律行為は取り消すことができる。ただし日用品の購入、その他日常生活に関する行為についてはこの限りでない。これは非補佐人も取り消せないということになります。はい、皆さん真面目ですね。眠くなってませんか？大丈夫ですか？じゃあここで1問クイズです。はい、例えば私が非補佐人だとしましょう。非補佐人である私は友達とバスで町に出かけることにしました。ところがバス代がないことが気づいて200円を借りました。これ借財ですよね。取り消せますか？1円でも借金は借金だ、取り消せる。そうなんですかね。これはね、確かに13条1項2号の借財には当たるんですが、日常生活に関する行為ですね。だから日常生活に関する行為に当たるから取り消せないということになります。いいでしょうか。つまり13条1項のリストに該当しても、かつ日常生活に関する行為だったら取り消せない、そういうイメージになります。いいでしょうか。じゃあ次、保護者の権限です。同意権、取り消し権、追認権です。もう何度も見たんで見ませんけど、この3つがあります。あと一定のものの請求により代理権を付与できる。つまり非補佐人ってのは原則重要な行為以外は一人でできるから、補佐人に代理権ないんですよ、原則は。ただ補佐人に代理権、つまり非補佐人に代わって契約をする権限を与えることができます。ただし本人の申し立てまたは同意が必要です。876-4です。876-4、1項をご覧ください。家庭裁判所は11条本文に規定するもの、また補佐人もしくは補佐監督人の請求によって非補佐人のために特定の法律行為について補佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。補佐人に代理権を付与するという特別の審判をすれば代理権が付与されるということになります。2項、本人以外の者の請求によって全項の審判をするには本人の同意がなければならない。3項、家庭裁判所は第1項に規定する者の請求によって同項の審判の全または一部を取り消すことができる。まあ、こういった条文です。さらにこれ結構重要です。補佐人が非補佐人の利益を害する恐れがないにもかかわらず同意しない場合、家庭裁判所が同意に代わる許可を与えることができる。こんな条文もあります。13条3項をご覧ください。補佐人の同意を得なければならない行為について、補佐人が非補佐人の利益を害する恐れがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は非補佐人の請求による補佐人の同意に代わる許可を与えることができる。まあ、こんな条文があります。これどういう場合も問題になるのか、典型例はこれです。
非補佐人がね、家持ってるんですけど、家売って老人ホームに入りたいと言った。不動産の売却だから補佐人の同意必要です。ところが補佐人は売らせない、ダメだっていう。この場合、非補佐人は家庭裁判所に、行って許可をもらうことができる。許可ももちろん出ないこともあるけど、許可をもらうことができる。で、家裁の許可があれば一人で売却できる。そういうことになります。これね、結構重要なんで覚えておいてください。13条参考です。次、括弧に非補助人、意味です。非補助人は精神上の障害により自理を弁識する能力が不十分なもので補助開始の審判を受けたものです。で、米印、本人以外の請求により補助開始の審判をする場合には本人の同意が必要になります。これ非常に軽いから、本人の同意がないと審判できません。15条2項です。本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには本人の同意がなければならない。これはぜひ記憶しておいてください。で、これは同意を要する行為の審判または代理権付与審判と共にする。で、これ意味わかんないので先に次いきましょう。11ページ上から2行目、取り消すことができる行為は非補佐人のリスト、取り消しリストありましたよね、1から9の中で家庭裁判所が認めたものだけになります。17条を見てください。家庭裁判所は15条1項本文に規定するものまたは補助人もしくは補助監督人の請求により、非補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただしその審判によりその同意を得なければならないとものとすることができる行為は13条1項に規定する行為の一部に限る。13条1項というのは補佐人の同意を要する行為のリストでした。訴訟行為とか不動産売買とかでね、非補助人ってどういう制度かというと、この中で狙い撃ちするんですよ。この人は不動産売買だけ一人でできなくしてくださいとか、もちろん2つとかあってもいいですよ。訴訟行為と不動産売買は同意が必要としてください。それが補助人という制度になります。ちょっと戻ります。10ページ目下から2行目、10ページ目下から1行目。だからそもそも補助人にするには同意を要する行為の審判も同時に申し立てる。この行為だけ、不動産売買だけできなくしてくださいという審判も必要。または代理権付与審判、補助人に代理権与えてくださいと共にすることが必要です。876の9もご覧ください。家庭裁判所は15条1項本文に規定するものまたは補助人もしくは補助監督人の請求によって非補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。補助人に代理権も与えられます。いいでしょうか。じゃあ11ページ上から4行目です。い、保護者の権限、同意権取消権追認権代理権とともに家庭裁判所が認めたもののみ認められるのが、これ補助人になります。非補助人の保護者は補助人です。で、ここでちょっと問題、この括弧なんですかね。同意権取消権追認権の後についてる括弧、これね、補佐人と補助人の場合は、あとは親権者、未成年者の保護者の場合、この3つは必ずセットなんですよ。同意できるから取り消しもできて追認もできるって関係なんです。成年非後見には例外ね、同意権ないから。だからこの3つは成年非後見に除いては全部セットなんだ。同意ができるから裏返しの取り消しもできるし、後から同意の追認もできる。だから補助人の場合はこれ全部あるか全部ないかどっちか、あとは代理権だけは別個、そういうことになります。いいでしょうか。じゃあ括弧6、審判相互の関係、
より重い方の審判をするときは軽い方の審判を取り消します。交通整理のための条文です。19条をご覧ください。19条1項、貢献開始の審判をする場合において本人が被補佐人また被補助人になるときは家庭裁判所はその本人に関わる補佐開始または補助開始の審判を取り消さなければならない。軽い方を取り消す。2項、前項の規定は補佐開始の審判をする場合において本人が成年被貢献人もしくは被補助人であるとき、また補助開始の審判をする場合において本人が成年被貢献人もしくは被補佐人であるときについて順用する、まあ、こんな感じになります。よろしいでしょうか。定例、成年貢献開始の審判をするときには補佐開始の審判を取り消すということになります。じゃあ次、保護者の権限のまとめです。親権者、未成年貢献人、成年貢献人、補佐人、補助官と補助人ってありますけど、まずね、三角は表の下に書いている通り家庭裁判所が認めた場合のみで、補助人は全部三角です。で、親権者、未成年貢献人には同意権、取り消し権、追認権、代理権全部あります。成年貢献人には同意権だけない、ここは特に意識しておいてください。で、補佐人は同意取り消し権、追認権は重要な行為のみ丸だけど、代理権は家裁が認めた場合のみです。まあ、こんな感じになります。じゃあ次行きましょう。括弧7、制限行為能力者の相手方の保護です。皆様方、自分がですねお店屋さんをやってると考えてください。何でもいいですよ。車屋さんにしましょうか。うっかり17歳にベンツ売っちゃった、これどうします？まだ取り消されてない、でもひょっとしたらそのうち取り消されるかもしれないですね。5年は取り消せるんですよ。後でやるけど、時効は5年なんで、5年以内だったら取り消されちゃいます。さっき言いましたよね、予測可能性、予測可能性立たないからはっきりしてくれと思いません？もう取り消すなら取り消してくれ、取り消さないなら追認してくれ、もうはっきりしないと予定が立たないと。ということで、そのための制度が催告権、制限行為能力者の相手方、契約しちゃった相手方は1ヶ月以上の期間を定めて、期間内に追認をするかどうかを確定するように求めることができます。まずね、お店屋さんははっきりしてくれって求めることができる。ただどっちにやるの、未成年者なの親なのかって話もありますよね。で、それが確定がない場合の効果に関わってきます。確定がない場合はこれ、追認できるもの、保護者、能力者となった後の本人に催告した場合で無視されたら追認したものとみなされます。一方で、追認できないもの、被補佐人、被補助人に保護者の追認を得るよう催告した場合は12ページこれ取り消したものとみなされます。で、ゆっくりやりましょうね。これどういうことかっていうと、例えばね、補佐人 補佐人 A がいて、被補佐人 Y がいて、 X がここと契約した。で、これ同意なし。で、 X がこれ追認するかどうかはっきりしてくれってのを、普通どっちに言います？普通はこっちですよね。意味が分かってる人に言いますよね。だから普通はこっちに催告します。意味が分かってる人に催告したんだけど、A さんが取り消したら取り消しになります。でも A が無視すると、無視して1ヶ月ぐらい経つと、これ追認になるんです。これ制度趣旨って言うんですけど、なんでこういう制度になってるか、その理由ですね。意味が分かってる、自理の弁識能力あるものに催告したのに無視されたってことは、原則通り契約有効にしていいですね。契約は有効なのが当たり前だから。
でも一方でこっち、意味わかんない人に催告して無視されても、これ非補佐人に催告する方が悪いですよね。むしろ Y が無視したってことは Y の保護のためにこれは取り消しにしなきゃいけないんだっていう発想なんですよ。保護者、まあ追認できるものっていうのは大抵保護者なんですけど、保護者に催告して無視されたら追認、そうじゃない追認できない人に催告して無視したら取り消し、これはぜひ知っておいてください。でこれを踏まえた上でもう一回11ページの下から4行見ましょう。で追認できるものは保護者が中心なんですけど、実はですね、能力者となった後の本人の場合もあります。これは非補佐人だったんだけど精神病が治って行為能力取り戻した後に追認し、催告したらこの人取り消せます。あ、自分の昔の行為、昔こんなことやってたんだ、追認しますってできます。でこの人たちに催告した場合、確当がない場合は追認したものとみなされる。20条1項を見てください。これね、条文がすごいややこしいです。制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者、行為能力の制限を受けない者を言う以下同じとなった後、その者に対し1ヶ月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確当すべき旨の催告をすることができる。この場合においてその者が期間内に確当を発しないときはその行為を追認したものとみなす。で2項、制限行為能力者の相手方が制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、補佐人または補助人に対し、その権限内の行為について全項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確当を発しないときも同項公団と同様とする。一項が制限行為能力者が行為能力取り戻した後に本人に催告した場合、二項が制限行為能力者のうちに保護者に催告した場合、どちらも無視しても追認となります。でレジュメにここ20条1項しか書いてないけど2項も足しておきましょう。20条1項と2項です。ここ、11ページの下から3行目に20条2項も足しておいてください。じゃあ括弧 B、 追認できないもの非補佐人非補助人に保護者の追認を得るよう催告した場合、12ページいきましょう。この場合は取り消したものとみなされます。20条4項をご覧ください。制限行為能力者の相手方は非補佐人または17条1項の審判を受けた非補助人に対しては、第1項の期間内にその補佐人または補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合においてその非補佐人または非補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。まあ、こういった規定もあります。で20条3項はたまに担当に出るんですけど、ちょっと難しいんで今はねあんまり気にしないでください。一応見ておくと、特別の方式を要する行為については前2項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。でね、これちょっと勘違いしやすいんだけど、実はですね、12ページの上から2行目、未成年者成年非後見人に対する催告は無視されても取り消したものとみなされるじゃなくて、そもそも無効です。この人たちに催告してはダメなんです。98の2を見てください。意思表示の相手方がその意思表示を受けたときに意思能力を有しなかったとき、または未成年者もしくは成年非後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただ次に掲げる者がその意思表示を知った後はこの限りでない。1号相手方の法定であり、2号意思能力を回復しまたは行為能力者となった、相手方、そういうことになります。
だから未成年者成年被告に対して何か意思表示しても意味がないって規定です、原則。で、これなんでかっていうと、成年被告人、ごめんなさい、被補佐人とか被補助人って確かに自理弁識能力を不十分であるけど一応能力残ってるんですよ。でも未成年者って0歳から未成年なんて全く能力がない場合も未成年者、成年被告人も各状況だから能力ない。だからこの人たちには催告しても意味がないってことにしたんです。これぜひ区別しておいてください。未成年者成年被告人と被補佐人被補助人は違うグループなんですね、ある意味。なので今日ね、講義の最初の方で未成年者成年被告人は行為能力がないと言っても差し支えないみたいな話したのはそれです。制限されているというよりはほぼない、そんなイメージですね。では次いきましょう。かっこいい、詐術を用いた場合、21条、レジュメにも載せてますけど、これです。制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため、詐術を用いたときは、騙したときは、その行為を取り消すことができない、そんな条文があります。これどういうことかっていうと、あれですよ、17歳の人がお店屋さんに行って、例えばね、お兄ちゃんの免許証の顔写真だけこう写し替えて、自分は20歳だから契約できるんですよって相手騙して契約した。その場合は騙した方が悪いから取り消しができない。これが詐術という話です。じゃあ論点。じゃあ未成年者であることを黙っていることが詐術にあたるか。積極的に騙したわけじゃなくて。それがこの米印です。単なる黙秘は含まないが、つまり黙ってるだけだと詐術に当たらないが、黙秘と他の言動が相まって相手方の誤信を強めた場合は詐術に当たる。未成年者であることを言わないだけじゃなくて、言動がね、高校出てからもう3年も経ってとか、なんかいろんなこと言ってたら詐術に当たる、そういうことになります。これが判例なんで覚えておいてください。で、なのでこの結論にするか、これもね、そんなに大事な論点じゃないんで、理由は一言、相手方の信頼保護と未成年者保護の調和の観点。民法も他の法律もそうなんだけど、短く書く場合は理由になってないような理由を書く場合もあります。ただ、分からなくはないですね。相手方の信頼保護と未成年者保護のバランスをとって、この辺りで落ち着けようっていう話です。その程度でいいです。で、この判例が裁判所は44年2月13日でセブンサミットに載ってるんで、せっかくなんでちょっと見ておきましょう。セブンサミットの57ページ見てください。57ページ真ん中や下。裁判、昭和44年2月13日です。無能力者であることを黙秘していた場合でも、それが無能力者の他の言動などと相まって相手方を誤信させ、また誤信を強めたものと認められるときは、なお詐術に当たると言うべきであるが、単に無能力者であることを黙秘していたことの一時をもって右に言う詐術と当たるとするのは相当でないとしました。で、本来ね、判例を読むときはちゃんと事案を読んでどういう結論かって読んだ方がいいんですけど、そんなに大事な論点じゃないんで、この辺り、この程度でいいです、これは。じゃあレジュメに戻りまして、時効で、時効ってのは時が経つにつれて何かが効果があるってところで、5、6回目でやるんですが、ここではね、取消権消えるっていう意味です。取消権は追認できる時から5年で、行為の時から20年で時効にかかる、消えます。126条を見てください。取消権は追認をすることができるときから5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為のときから20年を経過したときも同様とする。5年20年、追認できるときから5年間。ただもう行為って契約とかしたときから追認できなくても20年間経ったらとにかく消滅する。5年20年は抑えておいてください。ということで、権利能力とか行為能力とか終わりました。で、基本的に今までやったとこは単刀用なんですけど、論証がある論点、
と、あと取り消し前ね、取り消し前、取り消し後だけは論文で出る可能性があるので、そこもしっかり理解をしておいてください。あとは条文を読みながら、担当用に理解をすれば大丈夫です。で、13ページ第2節、失踪です。1、失踪の意味、これも制度です。失踪、一定期間生死不明の者の死亡を犠牲して、犠牲というのは見なすってことです。本当は真実はどうか知らないけど、そういうことにするってことです。法律関係を確定させる制度を言います。で、これ要するに生死不明なんだけど死んだことにするんですよ。死亡したことになるので相続が始まる。例えばですね、昔ね、第二次世界大戦が終わって10年経ったんだけど親が帰ってこない。死んでるか生きてるか正直分かりません。ただ親の家が親の名義のままだと売ったりもできないですよね。だからそれを処理するためにとりあえず法律上死んだことにして先に進めよう。これが失踪って制度です。30条見てください。30条1項、不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は利害関係人の請求により失踪の宣告をすることができる。失踪の宣告があれば、死んだことになる、戸籍上も死亡ということで抹消される、そういうことです。で、例見てください。 X は Y と婚姻していたが、Y が行方不明になってから7年経過した。で、これ X は Y の失踪宣告を申し立てて死別とできる。配偶者と死亡した死別したとして、次の結婚ができたり相続したりできます。で、なお770条1項を見てください。770条1項、夫婦の一方は次に掲げる場合に限り離婚の訴えを提起することができる。3号、配偶者の生死が3年以上明らかでないとき、3年以上明らかでなかったら裁判で離婚もできます。ただ離婚と死別って、ニュアンス違うというのはなんとなくわかるかもしれないけど、法律上の効果も違うんですね。例えば離婚したら配偶者の財産はもらえません。でも死別だったら相続始まるからもらえるとか全然違うので、3年だったら離婚できるけど7年待って失踪宣告にする人も当然います。このように法律っていうのは要件効果で動くんですけど、要件が違って効果も違って場合はあります。両方ともね、新たな結婚ができるって意味は同じなんだけど、細かいとこ違いますので、そのあたりも気をぜひ配ってください。ただね、これね、あくまで法律上死亡したことにするだけだから、米印、遠くで生存していた場合、権利能力まで奪うものではありません。これどういうイメージかというと、東京にいた人が7年間生死不明で失踪宣告を受けた場合は、この東京付近でとりあえず死んだことにして処理をしただけで、他の住所地はあんまり関係ないんですよ。だから本人が遠くで生きていたら、本人遠くで契約したり当然できるわけです。その意味で遠くで生存していた場合、権利能力まで奪うものではない。本人が遠くで契約をした場合も当然契約は有効になります。で、後でやりますけど、失踪宣告は生きていること判明したら当然取り消しもできます。じゃあ失踪の要件と効果、30条失踪の宣告、ここにも条文書いてますけど、1個、不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は利害関係人の請求により失踪の宣告をすることができる。7年間明らかでないときは失踪宣告できます。2個、戦地に臨んだもの、沈没した船舶の中にあったもの、その他死亡の原因となるべき危難に遭遇したものの生死が、それぞれ戦争が止んだ後、船舶が沈没した後、またはその他の危難が去った後1年間明らかでないとき、これは7年経たなくても死亡した可能性高いですよね。この場合
は前項と同様とする。失踪宣告できます。でこれね、一定の親族とかが請求できるんですけど、利害関係になんで、これぜひ意識してください。検察官は請求できません。 CF 公見開始審判の申し立てってありました。あのね、公見開始審判の申し立てとかは検察官できるけど、失踪宣告できない。だって人を殺すことですよ、失踪宣告って。検察官がやるのはちょっと大きなお世話じゃないですか。これは親族とかしかできないって感じです。で、公見開始とかはその本人の保護のためもあるから、検察官がやることができるってことです。で、次31条、失踪の宣告の効力です。前条第1項の規定により、失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了したときに、同条2項の規定により失踪の宣告を受けた者は、その期間が去ったときに死亡したものとみなす。で、これ表の方が分かりやすいのがこれです。普通失踪は生存が確認された最後の時から失踪期間7年が経てば、失踪期間の満了時に死亡したこととみなされます。つまり7年経った後に死んだとされます。でも一方、特別失踪、これ戦争とかの場合、起算点、避難が去った時、戦争が終わった時から1年経ったら、ここがポイントなんだけど、1年後に死んだんじゃなくて、避難が去った時、つまり戦争が終わった時に死んだものとみなされます。これね、沈没した船舶の中がすごく分かりやすくて、沈没した船舶の中にいたものが1年間生死不明だったら、1年後に死んだって不自然じゃないですか。沈没した船舶で沈没した時に死亡したって考えるのが自然なんで、これ1年後じゃなくて避難が去った時死亡です。失踪期間の満了時は全然違うので、この太字ちょっと意識しておいてください。担当でよく引っ掛けて出ます。よろしいでしょうか。じゃあ次ですね、14ページ、失踪宣告の取り消しです。あ、概要です。失踪者が生存すること、または失踪宣告により死亡したとみなされた時期と異なった時に死亡したこと。あのね、生きていた時も失踪宣告取り消しになるけど、あの死んだタイミングが違っても取り消しができます。なんでかというと、亡くなったタイミングが違うと相続が変わるから。プラス利害関係人ないし本人の請求があれば失踪宣告は取り消されます。32条をご覧ください。失踪者が生存することまたは前条に規定するときと異なるときに死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は本人または利害関係人の請求により失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取り消しは失踪の宣告をその取り消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。2項、失踪の宣告によって財産を得た者はその取り消しによって権利を失う。ただし現に利益を受けている限度においてのみその財産を返還する義務。まあとにかく失踪宣告というのは取り消しがあるってことです。で次です、取り消されると初めから失踪宣告がなかったことになる。訴求項です。で米印、火災による取り消しが必要です。で生存が確認されても当然には失踪宣告は無効にならない。家政裁判所が取り消して初めて最初から効力を失います。ただですね、取り消しの効果の制限、失踪宣告の取り消しは取り消し前の善意の第三者の行為に影響しない。32条1項を見てください。32条1項、失踪者が生存することまたは前条に規定するときと異なるときに死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所本人または利害関係人の請求により失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合においてその取り消しは失踪の宣告後その取り消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。でね、さっき制限行為能力取り消しの場合、取り消し前の第三者は保護されないって話ありましたね。ちょっと忘れてるかもしれないんで、ちょっと戻りますが、
7ページ目見てください。7ページ目一番上の行、制限行為能力による取り消しは取り消し前の善意の第三者にも対抗可能。善意の第三者にも対抗可能ってことは、第三者が負けるから第三者は保護されないっていうことと一緒のことです。で、理由として取り消すとその行為は訴求的無効の次、また第三者を訴求行から保護する特別の条文がない。制限行為能力取り消しの場合はそうだった。でも今回はこれですよ、14ページ、これ特別の条文、これ第三者を保護するための特別の条文があるパターンです。ただこれ契約の場合は両当事者が善意であることが必要です。で、わけわかんないと思うんで、次の論証、ここに具体例盛り込んでるんで、これで理解しましょう。例、失踪者 A の土地を相続した悪意の B が善意の C に土地を売ったが、その後失踪宣告が取り消された。善意の C は32条1項により保護されるかという問題です。これどういうことかっていうと、はい、 A さんがおりました。で、 A さんが失踪宣告された。で、失踪宣告で亡くなったこととされて A さんの土地を B が相続した。ただ B は悪意だった。つまり B って悪いやつですよね。 A さんが生きてることを知りながら失踪宣告の申し立てなんかをして、 A さんを亡くなったことにさせて相続で土地を手に入れた悪いやつです。で、 B さんは土地を善意の C に売った。ところがですね、この失踪宣告がさらに取り消された。この C が買った土地は誰のものになるのかという問題です。で、これなんだけど、C が保護されなければ当然 A のものになるし、第三者保護されなければ、下げなければ A のものになるし、C が保護されれば C のものになる。A と C の争いです。で、問題はね、善意だったら C のものになる、C が保護されるって条文なんですよ。32条1項、後段見てください。この場合においてその取り消しは失踪の宣告をその取り消し前に善意出した行為の効力に影響を及ぼさない。これ C 取り消し前の第三者です。取り消し前に善意だから、これ C さん土地取得できそうですよね。でも問題はここ行為って書いてるから、契約です、売買は。 B と C 両方善意でないと C は保護されないのか、 C だけ善意であれば C 保護されるのかっていう問題です。 B 悪意ですね。じゃあ見ていきましょう。論証続き、32条1項後段は善意とのみ規定するが、処分行為が契約である場合、契約の両当事者とも善意であることを要するのかという問題です。で、判例はこれ、この点契約の両当事者とも善意であることが必要である。判例同士での判例と結論が同じということです。やっぱり判例の結論をまず押さえましょう。なんでか、この理由付けはこんな感じ。32条1項後段が適用されると真の権利者の権利が奪われることになる。だって死んでもいないのに勝手に土地奪われるんですよ。からかかる強力な効果との均衡上バランスを取るため、両当事者の善意を要求するのが妥当であるからである。これ難しく言ってるけど、中身は単純で、要するに本当は死んでもいない A さんから土地を奪う結果になるから、少なくとも両方が知らないことが必要だ。一人でも悪意の人混じってれば A に土地返そうよ
そういう話なんですね。じゃあ結論、したがって B が悪意である以上、B から C の土地所有権移転は無効となる結果、 C は土地を A に返還しなければならない。ただし C は B に対し債務不履行責任を追及することができる。これ C さんは A に土地返します。でも B に対しては当然一番悪いやつですね。お金返せって請求できる、当然です。で、なんでかというと B は契約違反してるわけですよ。だって自分の土地って偽って C に売ったけど他人の土地売ったわけだから契約違反で、債務不履行って言葉出てきましたけど、あのね、今の段階では契約違反だと思っておいて、とりあえず差し支えないです。で、契約違反だからお金払えっていうことができます。415条見ときましょう。債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき、債務というのは義務みたいなものです。要するに義務を果たさないとき、また債務の履行、義務の履行が不能であるとき、義務を果たせないときは、債権者、権利を持った人はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。とりあえずここまででいいです。契約違反があったら損害賠償請求できるってことぐらいでいいです。そして米印 BC 間売買は他人物売買扱いになる。どういうことかというと、これ取り消したらここ訴求的に無効だから土地は B のものじゃない。 B は A の土地を勝手に C に売った、これ他人物売買って言います。この扱いになるってことになります。いいでしょうか。あとですね、14ページ下から2行目から15ページはこれかなり高度な論点が続いているので1週目は飛ばして結構です。ちょっとマニアックなんで、論証2番まででとりあえず失踪宣告は大丈夫なのでここまで復習をしておいてください。で、次回は16ページの、同時死亡の推定というところから入っていきます。でね、ちょっと一箇所だけ補足をしておきます。あのね、債権という言葉と債務という言葉をちょっとやっておきたいと思います。で、これ大した難しい話じゃないです。でですね、皆さんセブンサミットをお持ちなのでちょっと使いましょう。セブンサミットを出してください。ですね、3ページ、セブンサミット3ページ目の括弧に債権と物件、前述の X のや Y の権利は契約の相手方に約束したことを守らせる権利であるが、一般的に言うとある人がある人に対して特定の行為、時計の引き渡しや代金の支払いを要求する権利ということができる。このような権利を債権と呼ぶ。債権に対応する相手方の義務を債務という。つまり債権というのは人に対する権利です。債務ってのは人に対する義務を言います。で、難しいんですけどこれ考えてください。 A さんが売り主で B さんが買い主で車買ったとします。で、 B さんは買い主だから A さんに車引き渡せと言いますよね。これ人に対する権利です。で、 A は B に代金払えって言いますよね。で、これ両方とも人に対する権利だから債権です。で、もっと詳しく言うと代金払えに着目するとこれは A にとっては債権ですよね、権利だから。で、 B にとっては義務だからこれを債務と言います。だから借金払えも債務なんだけどそれ以上にもっと広い意味で義務一般を債務と言います、人に対する義務。で、こっちは逆になりますね。B にとっては債権で車引き渡す、 A にとっては債務となります。この言葉もねこれからどんどん出てきますのでちょっと先取りでやっておきました。すいません、ちょっと延長しちゃいましたけどこれね復習大事なんでぜひね復習しておいてください。やり方としてはレジュメを条文をひたすら見ながら、講義で何やったか思い出しながらや、これ確認していく、そして論証はなるべく書けるようにする、
その作業をしてください。あと諦めないこと重要なんで、難しかったかもしれないけど、とにかく2回目の講義も Zoom でも何でもいいんで出席してください。これから長丁場ですけど頑張っていきましょう。それでは2023年の司法試験入門講座民法法論編第1回目、これにて終了いたします。お疲れ様でした。